皆さんこんばんは。いよいよロマサガ2始まりました。下に書いてある通りですね、初見でロマサガ2やります。で、前回ロマサガ3をクリアしたんですけども、今回はね、ロマサガ2は初見でやりますんで、ネタバレ等皆さんお気をつけてニヤニヤしながら見ていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。やりましょう。まあ、他のね、まあ、ロマサガ3だけは知ってますけど、他のね、その他のサガシリーズに関しても、できれば、お口チャックしていただければと思います。よろしくお願いします。まあ、オープニングからね、見ていきましょう。とりあえず乾杯。七英雄の伝説。今回、四魔貴族じゃなくて7人いるんだね。数多くの悪しき魔物を倒し、世界を救い、あ、いいやつなんだ。その後、いずこかへ消えた。七聖人って言ってるもんな。あ、リマスター版ね、そう、決定とね、キャンセル逆なんですよね。大丈夫です。妖怪で慣れてるんで。おー、これが七聖人？なんかちょっとまがまがしさすら感じるね。7人。グジンシー、スービエ、ダンターグ、ノエル、北欧、ロックブーケ、ワグナス。ちょ、四魔貴族より多いて。覚えられん。ちょっとまたあれだ。情報まとめないと。いつの日か彼らは戻ってきて、再び世界を救うのだという。なるほど。七英雄なのか七英雄。でも七英雄より七英雄の方がちょっとかっこいいもんな。世の中が乱れるたびに人々は伝説を語り、救いを願った。何年前の話なんだろうな。七聖人が頑張ったもん。そのうち覚えられるから四魔貴族を結局覚えたもんね。しかし平和が訪れると伝説は忘れられた。なるほど、七英雄の伝説もすでに過去のものであると。ほうほう、綺麗なグラフィックですね。ロマサガ3よりは古いゲームなので、3ほど綺麗なのか。おお、でもめっちゃ綺麗じゃん。もう砂漠の民かな、ここ。南国。めちゃめちゃグラフィック綺麗ですね。きめ細やかな感じがするな。ドットが細やかな。水も綺麗じゃない。水が綺麗なゲームは大体いいゲームよ。雪だるまいそうだったな、雪の国。まあ、3でも出てきたような、似たようなやつが出てくるんでしょうか。お、キラン。また雪だ。かわいい。こいつら仲間になったらどうしよう。この半分毛を刈られてるやつ、半分毛を刈られたライオンみたいなやつ、なんかこいつ、この赤帽子は仲間になりそうだな。草、大草原。リマスターも数年前ですもんね。おー、砂漠の民か。いいね、遊牧民みたいな感じ。ゲルだな、ゲル。また大草原、森か。お、火山ね。となると結構な、なんか人物出てきそうですね。あ、人の世の攻防は繰り返す。安定した国々による平和な時代が終わり、分裂と闘争の時代が始まった。めっちゃ盛り上がってくれやん。あ、もう早速悪魔出る。早い。この悪魔のデザイン、あの鬼みたいなやつじゃなくて竜みたいなやつは3で見たな。七英雄さえ帰ってくれば。いや、もう、あ、殺された。村人が、巨人が、兵士たちが食い止められるのかって話。いや、可愛いな敵、ウサちゃん。なんか一般兵かと思ったら結構いろんな、かっけー BGM、 いろんな見た目のやついるやん。もう倒したよ、一応。あれ、巨人と戦うんだろうな。めちゃめちゃ綺麗ですよね、背景光景像。ドットはやっぱドットですからね、あくまでもね。今ぬるぬる動くよ。スプリガン。スプリガンめっちゃぬるぬる動いてるよ。これは公開ゾーン。あ、いや、これもうやられてるんですけど。28。0。硬すぎる。グランドスラム。硬すぎるだろ。BGM やっぱ、ロマサガ3とちょっと似たような感じの、また別ベクトルでかっこいいって。0。うおぉ、つえ死んでる。死んだよ。
父英雄の名を再び語られ始めた。魔物たちが、そして彼らは来た。え、父英雄来ちゃった。父英雄を待つ話じゃなくて、だが不穏だな。父英雄来たんだったらもういいじゃん。おいおいおい、いや明らかにモンスター。明らえ4人目、絶対モンスターだよね。絶対四魔貴族の、あ、かわいい、エロい、エロいな。今7人いたよね。え、絶対魔族だよね。どういう伝説。ロマンシングサガ2、いやーやりましょう。そういうスタートなわけですね。いやーでも結構可愛い子いたんで、父英雄早く会いたいですね。で、この BGM の音量どうですか皆さん。音量バカでかかったんですけど、ロマサガ3のリマスター版は音量設定があったんですよ、環境設定に。ロマサガ2はありません。なんで私の方で手元で音量調整しなきゃいけないんですが、今のところどうですか、いい感じですか。まあ、うるさかったら言ってください。ちょっとでかい。この BGM がちょいでかいってことかな。ちょい BGM でかい。ちょっと待ってください。だいぶでかなってるな。こんぐらいでいいんじゃない。こんぐらいでちょうどいいんじゃん。俺も今でかかったもん、聞いてね。いや、私声これ以上張れないんで。3時間続かないんで。こんぐらいでいいんじゃないか。下がりすぎ？いや、多分こんぐらいでちょうどいいと思うよ。低すぎ？じゃあ、俺の、じゃあ、普通の実況の声このぐらい。今の声。この声で今後私喋るんですけど。この声と比べて、どうですか？一旦いいですか？もう一回始まっちゃう。七英雄の伝説。ちょっと待ってくれ。多分、音量バー的にはちょうどいいぐらいな気はするけど。プレイデータはありません。追加コンテンツあり。追加コンテンツとはガラケー版で追加された有料ダウンロードイベントです。ガラケーで追加されたやつが遊べるってのは嬉しいね。なんかメガテンイフとかでもやってほしいのかな。性別、男女。まあ当然男でね、行かせていただきましょう。一応説明書今回読んでるんですけど、この名前つけた人物、なんか最初出てこないらしいです。なんか、説明書にこれ書いてあるんですけど、物語の後半で現れますって説明書に書いてありまして、いずれこの足釣りが現れるっていう、何もなんかわからない状態でこの名前を決めなきゃいけない、ということになるらしいですね。まあ、いつ出てくるのか楽しみなんですけど、詩人じゃねえか！詩人。いきなり詩人か。いやー、詩人仲間にすべきか。説明書ネタバレくさ。説明書ちゃんと読みました。なので、私はこれから皇帝になり、そして、おポロン。歌い始めた。ここに始まるは遥かなる戦いの歌。偉大な帝国と麗しきアバロンの歌。そして代々の皇帝とその仲間たちの歌。この歌を歌い終えられるよう精霊よ、我に力を与えよう。本当に右下に足つりいるな。今は昔、皇帝レオンの時、帝国アバロンの小さな国になり下がっていた。早いな、詩人。大陸は朝のように乱れ、争いは絶えなかった。詩人は語り部って感じかな。主人公ではないだろ。レオンは統一の志を立て、日々戦いに明け暮れた。なるほど。ちゃんと吟遊してるね。彼には二人の息子があった。大式ビクトールと優しきジェラール。もうダメだ、名前が。その日、レオンはジェラールを連れ、モンスターの討伐に出た。王様がレオンで息子がジェラール。そっから、おお、よいか、ジェラール。我々はインペリアルクロスという陣形で戦う。真ん中が親父かっていうことだよな。インペリアルクロス。私が中心に立ち、防御力の高いベアが先頭。両サイドをジェームズとテレーズが固める。やばい、人命がパンクする。全然終えられん。お前は私の後ろに立つ。ああ、なるほどね。お前のポジションが一番安全だ。安心して戦え。ここのモンスターには付近の住民も苦しめられている。モンスターを追い払い、このダンジョンを封印するのだ。おー、
みんなも頼むぞ。いきなり熱い展開、まあ、国王自らちょい急に始まるね。でも仲間がいるんだ。レオン、ジェラール、ベア、ジェームス、テレーズで今操作してるのは俺はレオンということになるわけね。ちょいそう、これね、決定キーとあのキャンセルキーが逆で、であのそれをね変更できないんですよ。これ操作方法が変更できなくて、そこが不便ですね。あと画面サイズもちょっと小さかったりします。いやー、覚える必要ない。もうなんかあれだ、それはもうネタバレだろ。レオンね、ケン、ジェラールはもう無垢の真っ白なキャンバス。スチームの設定連行しなきゃいけないのか。まあまあ慣れればこれでいいかな。ベアはケン、ボタン変わるの慣れてるから大丈夫。ジェームズはまあ万能といえば万能だが器用貧乏か。テレーズは遠距離やり系かな。でまあ装備とかはまあ別に、おお、武器防具が別々になってる。フルーレシルバーリング、なるほどね。まとめ何も持ってない、傷薄いしか持ってないか。王子、確かにこれパジャマっていうかあれ武道着じゃない、緑帯の空手着じゃないこれ。まあとにかくここの制圧しろってことか。一旦セーブして、陣形はインペリアルクロス、バレンヌ帝国の伝統的な陣形、戦闘が守りを固め敵の攻撃を一手に引き受けると。これさっきのオープニングで死んだやつらとは別か。術は誰も、ああレオンがあるのか、ライトボール、なるほど。行っちゃうか早速。ビン、あいいねー。 BGM プリン、 BGM いいよ。投げ払い、剣による攻撃を行い敵の動きを止める。二段切り、剣による連続攻撃を行う。これはなんか3でもあった技な気がするな、まあ、この辺のちょプニンプリンプニンプニンプニン、いいじゃん。まあみんなあれ投げ払い消費ゼロか。プニンプニン、攻撃、サイドワインダー、サイドワインダーって弓の技だったよな。証券の技、あ、証券だったっけ、サイドワインダーって。まれにカエル即死、やっぱカエル特攻かよ、サイドワインダー。あ、つい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 。あ、余裕だな。あ、余裕じゃん。全然いいじゃん。12技術点。経験値のことを技術点って言うなら、カエルいるぞ、早速。ちょっと待って、これ、ダッシュするまでちょっと加速を要する。数歩歩、ここで押して数歩歩くな。なるほどなるほど。カエルに恨みあるんじゃない？犬、マイザー、全然犬じゃないじゃん、ウサギか。投げ払い攻撃、投げ払い攻撃、まあ、この辺サクサクいけそうですね。ロマサガ3のティーンっていう感じよりもプニンプニンって感じだったな。ちょっとダッシュ始めにラグがある。3はなかったんだけどな。プニンプニン、リースかな、リースか、なんかウサギっぽい感じに見えない。人と同じぐらいのリスは十分怖いな。このリスはカエルじゃないです。しかもカエルを即死するって言うと稀にだからな。カエルにダメージ特攻ではないからね。犬、獣系は犬ってことか。投げ払いより普通に攻撃でいいな。攻撃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 でいいわ。マイザー、いや、リスかウサギにしか見えん。ロマサガ制作陣は絶対クリスナイフ、カエル嫌いだよな。これカエルか、タータラ、カエルですらなかった、トカゲだった。カエル特攻の割にカエル限定的にしか出ないよな、あんまり出ないよね。オリジナル版と違うんだね。まあまあまあ、なんかこっちのこの宝箱っぽいの取りに行くか。カエルであれカエルで、あと敵の動きはなんか早い気がする。3より、シャカ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 って感じがする。タータラそんな人気なの？タータラ、謎のその敵人気なんなん？タータラといい、さっきのウサギといい、謎の敵人気あるな。
爬虫類特攻だったらいいのにな。カエルのみに。しか特攻じゃなくて、あれなんだよね。稀に即死だから、あんま使えないっていうな。HP 最大値いくらだったっけ？ちょっと待って。確か説明するとここは HP 最大値しか表示されないんだっけ。これ3はさ、あれなのよ、あと1000年ね、これ。なんか、大河ドラマ的な趣もあって、こう、年数が経っていくらしい。今は1000年。なんかね、HP 最大値しかこのメニューでは表示されませんっていう話だったな。これいくか。財宝。何？一重百千万、十万クラウン。帝国の金庫に入った。財宝いっぱいになった。いきなり10万いきなり10ゲット。あ、さっきのやつオープニングで出たやつ。こいつはそんなやつでもないでしょ。プニン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 。この交換癖になるな。じゃあ大金持ちよ。でも国庫に入る。俺皇帝だからさ、その国庫から金を自由に抜き出して使っていいようなのよ。どうやらそのロマサガ3の時はさ、自分の会社の金をね、着服できなかったけど、僕は国庫にさ、自分で金を入れたり、抜いたりできるらしい。うまいさ。フルブライトはね、これを見習って、まあ、会社はやっぱあれだね、商売人はがみついからな。俺、皇帝なのよ。皇帝。そこは優秀ですね。あれです。説明書は読んでおります。説明書ちゃんと読んでて、なんなら継承システムっていうのもあって、この、主人公皇帝の LP がゼロになるか、全滅すると、なんと継承するらしい。この皇帝が死んで別の人間が継承するって、あ、こいつらやばいんじゃないか。誰も聞かないんじゃないこれ。逃げた方がいいかもな。ジエル強敵やん、これ。ジエル強すぎるだろ、おい。ジエル！あぶねえ！ジエルが強すぎる、ちょっとこれは。大逆。後ろ向き。後ろ走り。ジエル強すぎるだろ、ちょっと待ってくれ。多分今回復はしてるのかな、多分。回復はしてるっぽいな。ちょっと待ってくれ。でもなんもないじゃん。あ、これで終わりか。10万クラウンゲットしただけで終わりか。帰っていいってことじゃん。ここ封じろって言ってたよな、でも。ん？で、これもう一回入るともう復活してんじゃん。復活はしてないのか。でもジェルに勝てるか？説明書を読むなとは言われてないでしょ。説明書は読むでしょ。ちょっと待ってよ。あ、HP ちゃんと回復してるね、毎回ね。よし。それが分かればいい。説明書、いやでも説明書を読まないとさすがにだろ。またあれか。その説明書分からない時代のニヤニヤを求めるってのかしら、さすがにな。ぐらっちゃうからな。だから継承するらしいから。スライム倒さなきゃいけないのか。スライムか。ちょっと待ってくれ。3で説明書読め読め言われて。読むな読むな。おかしいだろ。まあ、要は意見はそれ人それぞれ。俺があれ覚えてるか、魔法。もう一回挑んでみるか。説明書くらいいいんじゃないかなっていうか、読むのが当然くらい言うだろ、みんな。毎回毎回。他のゲームでもそうだけど。他のゲームでも毎回言われるぞ。また攻撃せざるを得んか。なぎ払い。攻撃。あ、イードブレイク。弓の方が効くかな。証券より。イードブレイク。ジェルが強すぎる。しかも真ん中レオン殴ってくると結構な威力食らったもんね、さっき。ミステー。ゼロ。ライトボール。おお、強い。おお、うおお、術強。何今のサイドステップ。スパチャありがとうございます。説明書を呼ぶよりビールを飲みなさい。ビールいただきます。
こんなにいっぱいネタバレ、いやネタバレじゃなくて仕様だろ。どう考えても。ライトボールめっちゃ使えるやんけ。おお、この全体マップあれだね、ロマサガ3っぽい。おお、北の端っこなのか今。おお、これが今後解放されていくわけね。はい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 、アーバロンに行けばいいのか。おお、あ、勝手に動いてるアーバロン。これが我が城、我が国民。なんか博士みたいなやついる。アガサ博士みたいなやついた、なんか右にメガネの。なんか謎のなんか右ステップあったんだけど、なあれも仕様なのか。スッて横にステップしてたよ。ほう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 、ずいずい行くね。え、ああ、なんだお前、父親を帰りなさいです息子。そっか、王の帰りを松平に玉座に座ってたのね。なんかふんぞり返って座ってっから誰かと思ったわ。兄貴の方かな。ジラール怪我はないか。大丈夫だよ兄さん、父親の足手まといにならないようにするのがやっとだけどね。弟は戦いよりも学問の方に才能があるようです。無理に戦闘に連れて行かずとも良いではありませんか。まあ兄貴の方がなんかな強そうだよ。弟にそのマント着せてやれよお前。戦いは私の務めです。七英雄が帰ってきたというが、争いが収まる気配はない。戦いも当分続くだろう。ジェラールも戦闘経験を重ねてビクトールの片腕として働かねばならんのだ。あの地の兄貴のね、補佐役としてな。ジェラールの才能は内戦に生かすべきでは。オア・イーブという女がおめでおれを願っておりますが。オア・イーブ、またか、連日熱心に帰ってくるな。仕方がない、通してやれ。オア・イーブ、特徴的な名前すぎない？逆に覚えやすい。オア・イーブ、おめでおれが叶いまして光栄です皇帝陛下。まだお若いな。魔導士というから相当な年寄りかと思っておったわ。魔導士か、ローブみたいに着てるな。占い師っぽいな。お前たちは下がってよいぞ。なんだ父上、エロいことをされるおつもりで。下がっていいのか本当に。あの女魔導士今日はついてたな。父上が話を打ち切る出しに使ったわけだ。なるほどね。ジェラール無理するなよ。兄貴は結構父上にこう進言したいタイプなんだね。まあ未来の王だしな。今お入りになりません。なんでなんだよ。でもなんかマップすげえきめ細やかじゃない？なんかドットドットしてないな、あんまりな。きめ細やか、なんかロマサガ3が RPG 作る初期の頃と考えると、これはなんか RPG 作る2003ぐらいのなんかマップチップな気がする。弟を大事に考えてるけど、シンプルに弟のね特徴、内政力を生かすべきだと。戦闘は私、腕っぷしは兄貴、頭は弟っていうね。情報を集めております。なんだこいつらは。帝国には現在10回の戦闘記録があります。10回しか記録、あ、俺のさっきの10回ってことか。だから あいつらが俺のデータを残してくれるわけね。倉庫異常ありません。装備が重いと動きが鈍ります。倉庫の体重計をお使いください。体重計あるの？おー、ほんとだ、現代的な、なんかボクシングの計量とかに使う銭湯に置いてあるタイプの体重計だな。体重8キロしかないんですけど。これは内戦に努めた方がいいよ。体重8キロしかないこいつ、軽すぎる。ピカチュウぐらいの体重しかない。この辺の宝は取れねえのか。まあでもなんか金庫があって、ああ、ここで預けれるのね。ちなみに、おお、傷口50個、高級傷口3個。ほう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 、おお、なんかさすがはコッコだ。いろいろアイテム置いてあるやん。なるほどな。とはいえまあ今は別になって感じだよね。うわ、俺一人になると頼りねー。俺一人頼りなさすぎる。一応なんか装備しておいた方がいいのかこれは。鋼鉄の鎧、ダブレット、大盾、クリスナイフ。あ、あー、これ説明ないやつだ。説明書きが出ないパターンだこれ。8トンはないだろ。ちょっと待ってくれ。ロマサガ3では見れた説明が見れない。なんかその銀の手でさ、2回コードとか書いてなかったやんとかいう次元じゃなくて、もう何の説明もないってことか。なるほど、楽しませてくれるじゃないか。自分で使って試せってことか。これは特訓中かな。フォーメーションの研究しております。新しい戦法があればぜひご指南ください。
フリーファイト。フリーファイトの訓練してどうすんだよお前。けれい。フリーファイトは何にも練習がいらないやつだろ。ジラーズ様、強引なすらないように。自分で気づけってことでしょう。当然ね。こいつらなんだ。ジラール様、学問の方は図っておられますか。アリエス。最近は父上とモンスター退治に行くことが多くて、ゆっくり本読む日もないよ。父上がね、なんか武闘派すぎるんだよな。もっと本読ませた方がいいんじゃないのか。なるほど。ジラール様、実は使っておいでですか。使わねば成長しませんよ。エメラルド、あいにく実は学んでいないんだ。では私がファイアーボールをお教えしましょう。覚えた。え、術いらない場合これ罠じゃない。あ、でも術使った方が良さそうだったもんな。さっきライトボールクソ強かったしな。なんか勝手に押し付けられたけど。押し付けられたファイアーボール。可変の技覚えちゃったね。ファイアーボール。これも特に説明はないんだな。いやー、なるほど。なんかロアサガスリーの時もみんな言ってたよね。なんか、説明なんかねえぞ、つって。おお、リマスター版は随分丁寧になってらっしゃる、みたいなことみんな言ってたけど、こういうのが、まあ、当時のスーファミでは、当然だったということですか。いや、でもやっぱ頭いいんじゃない？一撃でファイアーボール覚えたんだもん。なんか教え方が上手いとかじゃなくて、多分、俺の習得、脳みその吸収がスポンジ並みってことよ。ここは？ここ入れるんだ。ちょっと待って、先に中を見ておこう。丁寧な方が早いけど。では、ロマサガ3のリマスターはこれを受けて丁寧になったんじゃない？ジェラール様はもっと剣の技を学ばないと、いざという時に身を守ることもできませんよ。アンドロマケー。名前がもうダメだ。パンクした。もう全員の名前忘れた。いざという時は君に守ってもらうさ。とても君のようにはなれそうもない。もう剣客か、こいつは。アンドロマケー。そんなことでどうします。レオン陛下やビクトリーさんを見習ってください。これはなんだ、こいつは。羽すすってる頭に。人間向き不向きがあります。ジェラール様は学問でもやっていればいいんですよ。なんだその戦は、王子に対して。学問デモだと。何こいつ。こいつクビにしよう、俺が王になったら。ジェラール様は学問でもやっていればいいんですよって。無礼すぎない。首を跳ねようぜ。不敬すぎるよね。あ、こいつなんか、さっき仲間になったやつ。ジェラール様、弓は遠い敵も攻撃できるいい武器ですよ。ヘンリー、弓使わなそうなのに。私は弓は使えないよ。では修行ですね。みんなそれぞれ自分の武器をおすすめしてくるのか。ジェラール様、戦闘中に新しい技がひらめくこともありますよ。メアリー、私には無理じゃないかな。そのことはございませんわ。レオン陛下の血を受け継いでいらっしゃるんですから。この子いいな、メアリー。よし、メアリーを重用しよう。どうせあれだろう、俺が、どうせ皇位継承するんだろう。兄貴がなんか死ぬかなんかして。知らんけど。この二人なんか強そうだね。ジェラール様、無理に戦いに行かずとも。ジョン、一番覚えやすい。ジョン。少しでも父上、兄上のお手伝いがしたいのだ。父上が無理やり連れてってんでしょ。私にできることがあれば何でもいたします。何でも言いつけてください。ジョン。ちょっと、犬のような名前だし、覚えやすいよ、ジョン。ジョンは犬と覚えておこう。よし。私の言うことを聞いていればいい。ジェラール様、戦闘中に使った武器の技術しか成長しません。修行を怠りなく。ライーザー、ありがとう。精進するよ。ライーザー。もうぐっちゃぐちゃだ。すごいな、王子は。この全員の名前ちゃんと覚えてんだな。そりゃそうか。ジェラール様、ダッシュ中は戦闘事件が乱れます。ご注意ください。バイソン。アッパーカットしそう。よくわかったよ。気をつけよう。バイソンも覚えやすいかな、名前。地下もあんのか、広いなぁ。あ、地下牢か、これ。誰も捕まってない感じか。さすがに。おい、王子古虫かよ、お前。クビだぞ、明日から。ちょ、待って、違う。決定機とキャンセル機間違えてた。これ決定機とキャンセル機まだ慣れねえな。こいつら暇なんだろうな。誰もだって、監修してないのにさ、収監してないのに、見張んなきゃいけない。ゲレヒー。よし。お前ら許して。あ、ここに戻ってくるのか、OK。濡れ着ね。いや、ちょっとね、変えとこうかな。変えときましょうかね、このコントローラーの設定は次回。いやもう学問でもやってみた方がいいよ。キーミスで死ぬよ、この王子は。なんだ、あ、博士。新しい武器の開発に日夜努力しております。武器使う、あ、これノーラポジションなんじゃない。
道は努力しております。監視屋があるわけだ、ここは。なるほど。まあ、あらかた見て回ったかな、お城は。外出ちまっていいのかな。そう、欧米ではね、バイソンとベガが名前逆になってるんだよね。今帰る。いや、なんかスチーム開かなきゃいけないらしいから、めんどくさいな。環境設定で変えれたんだけど、ローマサガ3は。もうね、ローマサガ2の環境設定が異様に簡略化されてて、ないっす。音量設定すらないんすよね。ノーラさん上げてしまったの。いや、右だろ、どう考えても。もしノーラポジだとしたら。バーカ。これ気をつけないと。急にこのジジイが仲間になるかもしんない。酒場は気をつけないと。危ないよ。いらっしゃいませ。何か飲み物。ふぅ。ただでなんか飲み食いできるらしい、俺は。王子だからね。いやー、どうしよう。喋りかけていいのか、これ。ここは月の名所だって知ってたかい？ジジイが嫌ですって言うかもしんないよね。陛下のおかげで安心して暮らせます。ジェラールさんも頑張ってください。あ、こいつらまだ仲間になりそうにないから大丈夫だ。あちこちにモンスターがいて、行商は辛いっす。いや、こんなぐらい一番仲間になりそうなこのジジイだもんな。バイメーニャン的なキャラクターになりそうだもんな、こいつ。ティベリウスみたいな。明るいうちからこんな場所に来てはいかん。これは失礼よ。打ち首にせえ、このジジイを。今すぐにだ。あ、こいつ、お前昼間からバーでぐだぐだ飲んでんのかよ。ジェラール様は学問でもやってればいいんですよ。こいつ酔っ払ってからかよ。っていうか、こいつ何、瞬間移動の使い手。名前忘れたけど、こいつ瞬間移動の使い手やん。なあ、あいつ。同じ場所に同時に存在してる。全然話しかけられん、こいつに。こいつ身のこなしがやばい。これはジェラール様、ご機嫌麗しい。こいつの身のこなしやばすぎる。全く今、話しかけられなかった。こんな街角の年寄りにまで声をかけてくださるとはもったいないことです。なんかくれ。そしたら、アバロンがもっともっと栄えて大きな街になると素晴らしいと思いますわ。学問でもやってるのはさすがにまずいでしょう。あ、ジェラール様。なんだ今の。気まずい感じ。何？昨日告白して振られたんこれ。気まずいよ。若い頃、運河を掘る作業員をやっていました。死ぬ前にもう一度ビクトール運河を見ておきたいものでさ。ビクトールってなんか名前なかったっけ？誰か人名じゃなかったっけ？まあ、ジェラール様。いつも子供たちの相手をしていただいて申し訳ございません。いいんだよ、私も好きなのだから。おー、子供好き。子供好きアピール。お、で、よろせやか。まあ、買う必要ないんじゃない？王子だし。王子がこんなね、バス停の武器屋で買う必要なんかないもんな。じゃあ、これ、マジで慣れねえ。町の人に話しかけるのめっちゃむずい、これ。じゃあ、なんという身のこなしだ、この少女は。慣れねえ、この捜査官。よし。あ、なんて？猫元気になってありがとう。猫に何かしてあげたのかな？うい。アーバロン、うる、詩人。危ねえ。仲間になるとこだった。危な。こいつも詩人か？ジェラール様、私は大金持ちです。盗まれないこと心配です。じゃあ俺が盗んであげよう。これはすごい。1万。2万。数え切れない。もらっちゃったけど。いいんですか？なんか空いてるってことはもらったってことなんですかね。じゃあもらっていくわ。まあ大金持ちだから多少2万ぐらい減ってもわかんねえだろ。税金として徴収させていただく。数えただけなんかな。このグラフィックはあれか、商人グラフィックってことか、こいつ。大金持ちグラフィック。商人系だな。もらってないのかな、わかんない。コッコを見ないとわかんないけど、コッコまだなんか見れそうになかったしな。宿屋もなんかタダで泊まれるらしいよ。満月でようこそ。何のご用でしょう。一回泊まってくか。このようなむさ苦しいところに、お止めするわけには参りません。宮殿にお帰りになってお休みください。じゃあ、なんで聞いたんだよ、一回。泊まりますかじゃねえだろ、じゃあ。鼻っから断ってくれ。まあ、いずれここに泊まる日も来るんだろうな。このようなむさ苦しいところにな。目の前で盗んだわけじゃないよ。徴収しただけだよ。で、そろそろ王様に会いに行けばいいのかな。親父に。家に帰れて結構、実は嫌われてる？俺。
ね。町の人、こう、もう少し頑張らないとな。え？何が？ん？もう少し頑張らないと何が？うん、でもみんなご無理なさらないように言ってくれるけど。うまっ、かわいい。ジラール、そう、俺も柔道着に見える。緑帯の。まあまあの有段者。え、もう少し頑張れって、なんかまだ戻るには早いってことなのかな。あれ、こっから外出れたんかい。一回帰ってみるか。もう行くとこなさげな気はするけどな。で、この城の構造がいまいちよくわからん。どうだ。あ、行ける。行けるやん。あれ、こっちも？ここは？ふい。ご無理なさない。あ、本当は金の刺繍っぽいの、こう前から見たらなんか、こうサテンのシャツみたいな感じなのかな。シルクの、いい生地のシャツなのかもしんない。あれ、いつの間にか兄貴もいる。いつの間にかちょっと声かけてよ、お兄さん。よし。ん？はあ、技ポイントゼロ。なぜだ。うい。父上、先ほどの女、何の話でしたか？総門の九人衆が危険なやつだと注意しに来たんだ。総門の九人衆。しかし九人衆も七英雄の一人。ああ、もう復活してるんだ、七英雄。九人衆ね。気を許してはいないが、そう無茶なことをするやつでもあるまい。父上、次はどこへ。東だ、ウォッチマンをと、ウォッチマン。ウォッチメンいんの。ビクトール、後を頼むぞ。またビクトール置いていくの？逆が良くない？はい、父上。ジェラール、頑張れよ。あの、代わりに王政を取れるのが兄上の方ってことか。ジェラール、よろしくお願いします。また仲間連れていかない。ああ、自動的に仲間になってる。人権は？インペリアクロス。よかった、3と違って、人権が解かれるわけじゃないんだな。ただ、俺の技ポイント回復しないんだが、休まないと。ウォッチメン、どんなやつなんだろうな。ほい。この辺で寝れるんじゃない？あと、コッコの金も気になるけどね。金も。これ、それぞれここが王の、あ、寝れそう。ちょい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 。寝れない。なぜだ。ふい。ふい。これ寝ればいいのか、俺は。寝れないな。あれ？どこでも寝れないじゃない。宮殿にお帰りなさいますとか言われたのに。眠れぬのか、俺は。王族ともあろう方が。ここ俺のベッドってこと？これでも、寝れた。王のベッド絶対真ん中じゃろかい。子供部屋のベッドで寝てるやん、親父が。親父が勝手に子供部屋の、ね、ベッドで寝てる。なるほどな。もう譲ったのかもな、真ん中のベッドは。兄の方にな。よーし。次は東へ行くって言ってたな。じゃあこれ、親父視点で話しかけると、え？ああ、びっくりした。町人が全員消えたのかと思った。キャンキャン！セリフ変わるのか、やっぱり。あんま変わらんか。王者ぞ。あ、レオン様。ち、気まずい。この子はなんだ、レオンにも告白して振られたのか。気まずいな、みんな。陛下、私たちを守ってください。もうサクッといっちゃっていいんじゃない？なんかいろいろ引き出しとけよかったかなと思ったけど。陛下。行っちゃおう。子供部屋おじさん。ウォッチマンの巣。わかりやすい。ウォッチマンの巣？サラ！サラ！こんな姿になりはってて。サラー！こんな姿になっちゃったのかよ、お前。どういうことなんだ、一体。プニプニプニ？てか、俺、長剣育ってっけどさ。長剣でいいのかな？とりあえずはいいか。その辺何も考えてなかったわ。一旦長剣で。で、お前弓の方がいいんじゃないか。サラが、宿命の子サラが木にされてしまってる。ん？ディフレクト。何した今。防御技かな多分。ハリーみたいなことか。ディフレクト。これ。
あ、体験による防御ね。で今回は、3と違ってあれがないらしいですね。なんだマスター習得するやつ、なんて言ったっけ、極めるやつがないらしい。だから覚えたら別に覚えたでそのままでいいのかな。なんか道場に後に追加されるらしい、覚えたのか。いや初ひらめきでしたね、初ひらめき。あそ、極意システムは今回ないらしい。サラン、ヒジャ、トビジャ、ヒジャかな、トビヘビかな、トビヘビ、トビヘビの方がなんか五感はいいな。普通の電球ちょっと違う感じだった、音量とか音質が。あれはなんか剣のレベルアップ時はあの時の SE がないのはちょっと寂しいかも。飛び蛇なかなか飛んでるね、確かにジャンプしてるもん。こういうのなんかあれだよな、ドンキーコング2とか3とかいたよな、ラトリーだっけ、飛び蛇、まさに飛び蛇だった。コープスはもうそのままゾンビやん、ハゲてんなーコープス。ちょっとそろそろファイヤー、うわー強い、コープス強いぞ。ファイヤーボール使った方がよかったか、今ファイヤーボール術育てるから、あんまり長剣がいまいちだもんね。攻撃、あれ、お、ん、ん、あ、これか、びっくりした、これか、ファイアボール消費1。ちなみに敵一体に炎の球体か、なるほど。これディフレクトしとこうか、攻撃。ちょ今分かりづらかった、まだ見慣れてないからこいつらのこと。とはいえちょっと待ってくれ、俺誰だっけ、俺ジェラール、剣か。まあ、でも結局剣が強かったしな、ロマサガ3。右上に名前出てる、もう名前が分かんないのよ、もう誰が俺かすら分かってない。俺ジェラール、それすらちょっと把握できてない。ジェームズちょっとかぶってるしな、俺ジェラールか。ちょっと術を覚えてるうちはファイアーボール優先的に使っていこうかな。でもボス戦でちょっと必要になる気もするしな。B、C。C かわいいね。B と C じゃん。A は ?A どこにいる ?B と C しかいない。ファイアーボールどうしようかな。足すりいないからね。足すりがいつ出てくるかすらわからない。じゃあ長剣育てとくか。長剣って剣使い多いからね、剣じゃないやつ育ててもいいんじゃないかって気がするけどな。 A がいないの、 A が。そう、戦闘後の成長のティロン音がない。みんなくるっと回ってはくれるんだけどティロン音がないからな。 C 水際に来たん来てるやん、エッジじゃない。 C ここの音がね、ここの音が欲しい。まあガングいっちゃうか。ちょっとウォッチメンがどんなやつか気になるな。世界を見守る者ウォッチメンなんだろうか。ウォッチメンっていろんな作品出てくるけどどうなんでしょうね。そう、俺ずっとディフレクトしてた、おいひ。足ずりだとひらめからするからこれです。そう、足ずりじゃありません、この子はジェラールです。足ずりじゃないもん、足ずりじゃなくてもひらめかん可能性あるけどな。カタリナもあんまりひらめかなかったよな、そういえば。ファイアーボール、攻撃、攻撃、攻撃。いや、いいドットだよね。ロマサガ3よりはちょっと古いんだろうなって感じはするけど、やっぱよくわかるもんな。これスーファミでしょ、ロマサガ2の。楽しいって言うよ、ウォッチメン。ウォッチメンって言っちゃうよ、つい。俺、ファイアーボール撃った、今。撃ってねえな。撃てや。何してんの、お前。撃て、撃て、撃て。そ2周目でね、もうひらめき終わったってのもあるよな。死ぬ気でさあ、いいよね。あの映画ブレイドの
吸血鬼がファーってあの灰になるような、そんな感じがするな。いや B と C いっぱいいるな。マジで A が出ねえな。 B と C ばっかりやぞ。撃ってきた。でごめん、俺かコメント見てる間に撃つな。コメント見てない時に撃て。頑張ってタイミング揃えてくれ。ファイアボール、かっこいいやん。弱っ。術ポイント1使う、あいいね、非常術。術ポイント1使う割には弱。ちょっとしばらく長剣でいいかもしんないな。あ、コープスは強い。コープスは強いから、コープスにはファイアボールです。そのぐらいの感じでいい。打って43の上だった。うわ、強くない。弱くもないかな。まあ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 って感じですかね。まあまあまあ。王子は本でも読んでればいいんですよ。あいつマジでクビにしよう。あいつ何者なんだよ。ジェロニモみたいなさ、羽つけてたけど頭にさ。一体何者なんだ、どっから引っ張ってきたんだあんなやつ。お父様。どっか田舎から引っ張ってきたんでしょ、絶対。お、骸骨。獄門帳、ボーンヘッド。獄門帳かっけえ。ボーンヘッドもかっけえな。だから骨でしょ。骨はちょっと聞きづらい。打撃系の、そうだ、打撃系武器がいねえんだ。全員あれなんだな。じゃあ、ファイヤーボール打った方がいいよね。そうなると。打撃系がおらん。ということになるわけだ。弓はあんま効かないだろうしな。頭に羽を受けてしまったな。ぶっ刺さってましたよ、頭に。62。死なないか。やっぱ硬いね。いや、ゼロだよな。打撃系欲しいな。俺を打撃系にするか。斧強かったからね。じゃあファイヤーボール打っちゃっていい、打っちゃっていい。こいつはなかなか強いね。召喚も効かないだろうしな。イドブレイクは混乱させるか。攻撃でいい。装備偏ってんだよね。だから俺が斧にすべきだったかもしれない。マジでファイヤーボール、ボーンヘッド。いや、体は弾あるんじゃない。いや、ボーンだわ。オールボーンだわ。ボーンオール。ファイアボールもうなくなっちゃう。早くもなくなっちゃうか。イドブレイク、騎士団っぽい感じ。なんか王国のさ、帝国の騎士団なわけだから。あ、ちょっとイドブレイクのエフェクト変わってる。ブーンブーンっつって、さらのおならじゃなくなってる。カシカシカシになってた。あれ、ここでスライムはちょっとやだな。いや、そうだ、俺ライトボール使えるんだった、忘れてた。親父のライトボールを持って帰っていこう。親父ライトボール。なんなら体術か。体術素質あんのかな、こいつ。ないよな。学問でもやっていればよろしいって言われるやつに体術はちょっと不向きだよな。素直に長剣で、長剣の技なんか覚えさせてもいいのかな。だ、まだないんだよね、覚えさせる術が。スリーと違って道場に行かないと技を覚えさせることができない。サラは木です。木のおならです、つまりは。まあ、本来はね、2の方が好きだから、イドブレイクは本来あのカシカシカシが普通なんでしょうけど、私の中でもサラのおならなんでね、イドブレイクはね。体術やりそうな服ではあるな、確かにな。柔道着でしたな。で、構えもなんか、あれだよね。体術やりそうな構えだったよ。こいつやだな。ライトボールいっちゃおう。ライトボール。ファイヤーボール。またみんな下攻撃で。もうライトボール様々でしょ、絶対。ライトボールがあれば勝てる。柔道着来てるから、かっこいいぞ。弱ー、父上。ライトボール、まあ、全体技だしな。スライムに効いてたのがでかい。とはいえ、ライトボール打たざるを得ねえな。効かないからな。やべ、王子の術ポイントなくなっちゃう。これ効かないもんね、ライトボール。これね、スリーより敵が寄ってくるのよ。吸い寄ってくる。スリーはさ、敵が、俺から近寄ると敵がかわしてくるんだけど、これ2はさ、敵が追いかけてくるね。あっ、先に宝だろ。宝取りに行くのなかなかハードだな。ちょっと避けつつ行ってみるか。
しかも敵が復活しないんだね、マップ切り替わっても。王子健一みたいに努力する才能あるかもしれないね。体術やってみるか、体術。バスタードソード、これは誰が装備すべきなんだろうか。バスタードソード、両手剣だよな。今つけてるのはベアかな。あ、ベア長剣か。ジェームズか。ジェームズが16に上げれる。いや、こんな名もよくわからんジェームズに持たせていいものだろうか。避けるの本当は上手くないって。いや、違うのよ。3はマジで俺が寄っていくのに敵が、だから敵が避けるの上手かったの。俺を。敵が俺を避けてた。なんならジェラールに体験持たせるっていうのはまあ、もったいないか。レオン鋼鉄の剣とフルーレ。長剣なんだな。まあでもなんか持ってかれそうだから、こいつ。あの、ジェームズ。ジェームズなんか持ってかれそうな気がするから。まあ、レオンに持たしとくか。だから体験技をレオンが持ってないからな。ちょっと待ってよ。技。投げ払い二段切り。そうなのよ。体験技持ってるのが、ジェームズのディフレクトのみか。いや、装備持ってかれそう。まあでも、ここは素直にジェームズか。素直に行こう、素直に。素直に行く。バスタードソード。持ち逃げを早くも警戒しています。早くも。わお、ここでライトモールできる。ジェームズなんか、消えそうな顔してるじゃん。パンチ鍛えてみるか。試しに。長剣ばっかりじゃマジで、止まんないからな。行ったれ行ったれ。この王の家臣たちはなんかね、外れそうな気がするよね。王子を置いてさ。まあ、ここに金あるからな。12万ぐらいあるから多分。2万盗んだのかどうか知らんけど。10万円ここがあれば、このぐらいのね、装備すぐ買えますからね。まあ、ちなみに今回私敵に当たりに行ってたんで、避けようと思えば避けれるというのが今ので分かったね。これウォッチメンか？決闘ゴブリンコープス。ウォッチメン出せや。ウォッチメンじゃないんかい。まあ普通に普通に。普通にザコだもんな。パンチパンチパンチ。攻撃。普通攻撃でいいでしょ。明らかにモブ名前。いや、それはわかんない。ジョンとかいたよ、ジョンとか。ジョンが一番のモブ名前だよ。いや、強いぞ、こいつ。コープスが強い。いけるいけるいける。パンチ弱いよな。当たりに行ってました。まあ、ロマサガ3で学んだからね、当たんないとレベル上がんないっていうのはね。あの、一番奥のやつが、落ちないかな。まあ、でもガンガン当たって、ガンガン経験値上げていきましょうよ。こいつら育てて意味あるのか知らんけどな。こいつらに明日はあるのか。足ずりが出るまでちょっと本気になれねえな。足ずりだったらさ、完全に余裕で鍛えられるのに、足ずりが出てないんだもん、俺が名前を命名したさ。主人公出ないんだもん。ウォッチマンいる。ウォッチマンいるやん。これはさすがにちょっとライトボール使ってもいいんじゃない。で、ファイアボール。攻撃、攻撃。イドブレイクいったのかい、イドブレイク。ジョン、城にジョンいたよ、ジョン。ジョンはさすがにモブ名前でしょ。こんなんいいね。完璧、完璧。ゼロ暗闇ある、暗闇したのでかい。まさかのゼロ。ファイヤーボール。おいよいよ。活躍してるよ、王子。なんだかんだ言ってさ、前列のやつなんだっけ、バリーだっけ。前列のやつなんだかんだで食らってるよな。一番硬そうには見えるが。なんだかんだ言って食らってはいる。ファイヤーボール。攻撃。攻撃。わお、外すね。二段切り。おお、強すぎる。もう253。軽々と3桁叩き出した。シンプルに強い。バリーだっけ。いやー、シンプルに強いじゃない。ベアだ。ベアでした。
大人気キャラベア、さすがにちょっと人名出すぎやて。おお、これはレベル上がるっしょ。上がらんのかい。ウォッチマン討伐実績解除、まあ、これとりあえずは OK。 いつまで勝利 BGM 流しとんじゃい。この勝利の雰囲気の中、勝利の美酒に酔いしれながら帰るってこと。バグとかじゃないよなこれ。勝利 BGM 長、これフルで聞くことになるんじゃない。勝利 BGM レアだけ覚えとけって。俺他に普通になんかこの女の子好きよ。テレーズ、テレーズ生き残ってほしいし、あれ誰だっけ、お前誰だ。あ、ジェームズか。体験使いジェームズもね、なんだかんだ初ひらめきでしょ。ジェームズも買ってるけどな俺はな。フェイストクリヘビージェームこれ鳴り響くんだずっと。うん、じゃあ帰っていいんだねこれで。何死んでる。何があったのだ。王がいない。絶対兄貴死んでるやん。兄さん、ビクトール、しっかりしろ。何があったのだ父上。あ、ビクトール、そうだ、兄貴のことだ。流し切りが完全に入ったのに。流し切り、父すら使えない技をひらめいている有能な兄。ただその流し切りが完全に入ったのに、ええ消えた。ビクトール、兄さん、流し切りが完全に入ったのに。これも名言かよ。ちょ、ロマサが名言多すぎだろ。あ、アボロもこの私が守る。あ、こいつあるじゃん、七星人のやつじゃない、巻き打ち。なんかオープニングでならばこれどうだ。流し切りプニン、完全に入ってるな。おお、なかなかやるな。だがまだ若い。ソウルスティール、クジン氏七星人よ。死んだ。一撃即死技。兄さん、え、どうする。今報告受けてんのこれ。そいつは確かに総門のクジン氏だと言ったのだな。あ、なんか女占い師が気をつけろって言っていた七星人か、総門のクジン氏。はい、兄さん死ぬの早すぎるよ。町にオアイーブという女馬同士が滞在しているはずだ。そいつが言ってたね、気をつけろってね。探してここまで来るように伝えるのだ。はっ、流し切りが完全に入ったのに。クジン氏、許しておかんぞ。兄さん、やっぱここ俺の部屋じゃねえか。王子の部屋だった。父さんとここで寝ちまった。クジン氏は信じがたいが、ではどうやって。秘宝、力を受け継いで伝承、ジェラールに。何の話なんだ一体。七英雄だっけ。ずっと七星人って言っちゃう。兄さんが負けるなんて。ジェラール行くぞ、弔い合戦だ。はい。おお、熱い BGM。 もう七英雄の一人婦人氏を倒しに行くのは早ない。このメンツで、このメンツで行くのか。だって回復してる俺たち。一応見よう、ちゃんと確認しよう。してないね、回復ね。一旦寝よう。この BGM のまま行きたかったけど、寝ます。ちょっと、加齢臭が映っちまうよ、ベッドに。あれよかった、BGM 変わんなかった。これで行くぞ。一旦回復させてほしかったよな。ふぅ。なるほど、ふぅができる。どうしようかな。倉庫行っといた方がいいのかな。別にまあ持っていこうも別になかったっつなかったか。体重計、おお、ペア重。おい、レオン3人分じゃねえか。なんならテレーズ7人分。ペア重、テレーズ7人分の体重。ペア、さすがベアというだけはあるな。兄貴の部屋は別に何もないしよ。行くか。これ持って行ってもって感じはするよね。あれ、この辺あってもいいか。術師練習。あ、でもこれ数値書いてあるの助かるね。術の力25回復。あ、全員の技の力25回復。おー、技あんま使わないからな。
打撃武器ね、武器買っていくか、金ならあるしな。体重計、体重計だって7人分だぞ。重すぎるやろ、さすがに。で、ここ数値あるんだね。3は数値なかったもんな。気づいて持っていくか、ちょっと待って。今でも割と持ってたりするんだよね。あ、ちょっと待って。装備。10個持ってる。まあ一応持つだけ持っとくにしても、まあ余るっちゃ余るんだよな。そっか、こいつプロテクトスーツ着てるからこんな重いんだ。クリスタイフつけとくか、ベア。クリスタイフは状態異常を防ぐだったよな。ロマサガ3だよな。2ではどうなのかわかりませんけどね。水で3。こんだけ持っときゃいいかな。体重測定大事でしょ。全員で体重測ってから行くぞ。どれがすんだ。まずは体重測らねば。これで行こう。ジラールだって体験使いだからね。あ、ちょっと待って、兄貴の部屋に行かねえのかって話あったな。何もなかったと思うけどな。行くだけ行ってみるか。盾ね、盾だから買わなきゃいけないんじゃない。この王ともあろうお方が自分で購入しなきゃいけない。ここ倉庫で、まだこの部屋の構造が覚えられるな。こっちか。これジェラールとジェームズごっちゃになるわ。もうよくわからん。ジェもうただでさえわからんのにジェをかぶらせてくるなってな。まあ、特にないっすね。残りがでも買いとくか。残りがでも、うん、すんすん兄さん。よし、兄さんの匂いは忘れねえ。兄貴のベッドで寝れません。弟の方でのベッドしか寝れない。この親父は弟を愛するがゆえに兄に疎まれてたのかもしれない。よーし、ちょっと一回武器屋寄ってくか。一応な。てか周りの兵士たちは何を、なんだこんな子いた。マジでこの前屋根の上でダッシュして遊んだら父ちゃんに怒られちゃった。ぐすん、屋根の上でダッシュして遊べるんだ。皇帝がいらっしゃいませ。ただにしたまえ。大館はあるな。大館買ってもいいんじゃん。メイス、俺にメイス持たすってのはありだな。割とコンボを覚えさせるってのはありな気がしてきた。メイス、お代はいただけません。タダらしい。本当にタダらしい。あ、ここで見れるんだ。 45% で防御力10上がる。45でかいな。お代はいただけませんだそうな。タダでくれるそうな。じゃあ誰だ俺。あ、俺ジェラール。ジェラールに一旦メイス持たして、長剣片手だよな。あれお前大盾持ってんのか。ジェームズは両手だから盾が使えない。まあ、テレーズはフルーレの場合は大盾が使えるが、まあ、レオンに持たしとくか。レオン大盾、ジェラールも大盾持ってるしな。税金も荒いっす。税金はでも明らかに前世を敷いてるやん。この王はどう見ても。だからこそお代はいただけませんっていうわけで。普段からもう、絞りに絞ってたら、もう逆にお代をせびってくるよ。よし。ちなみにこっちは鎧ね。フェイスマスク、ナックルカバー。ちょっと待ってよ。まあみんな割とちゃんと装備はしてるから、まあ、テレーズぐらいか。テレーズに固定ぐらい持たせてもいいかもな。テレーズよ、女の子だからね。ちゃんとカチカチにさせてあげないと。ナックルカバーにしよう。防御力4。買う時に見れるんだな、ナックルカバー。お代いただけません。構わんぞ。それで苦しいない。ナックルカバー以上、タダでもらえるんだから装備させるに越したことないよな。これでいこう。
お題取ろうとしたらすぐ打ち首やからな。ぜい、お前ら、衛兵は、ちょっと、許せねえ。お前ら何してたんだ。敬礼じゃなくて、息子が死んだんやぞ。ウォッチマン倒して、そう思う。こんな近くにいたんだな、七英雄が。で、割と展開、うわぁ、悪魔が長領ばっこしている。なんてこったい。ちなみにセーブ枠は ?4 つです。ロマサガはね、獅子16個ぐらいあったんですけど、今回は、鍵がかかってる。悪魔がバッコしてんな。一応見とくか、いろんな、この辺も。かかってるか。鍵かかってるな。あ、人権乱された。走ってたから、バルチャーかっけえ。美しい、飛び蛇。で、こうオープニングで見て、あの、なんか巨人がさ、地面、地割れ起こして、倒してたところだよね。そうだよ、そうだよ。メイス。メイスでいけるメイスで。攻撃。攻撃。攻撃。ミス。ナイスナイスナイス。あの、皆さんにちょっと一個だけ、なに?ああ、びっくりした。ひらめいたかと思った。防御かい。大盾ね。皆さん一個だけお願いがあるんですけど、ちょっと私、先日腰をぶっ壊しまして、30分後ぐらいにちょっと立ち上がらないといけないんで、腰が固まって痛くなっちゃうんで、30分ぐらい経ったら立てって言ってもらっていいですか。立ち上がれっつって。忘れちゃうんすよ。忘れてられ腰悪くしちゃうんでね皆さんにちょっとね、すいませんね、お願いをしてしまって申し訳ないですけど、立ち上がる許可をください。で、私が忘れないように立てって言ってください。申し訳ない。本当に昨日よりちょっとマシになったかもしれない。よし。椅子は張ったんだけど、椅子が悪いんじゃないのよ。俺が悪いんじゃない。やっぱ油断するとね、やっぱ数年に一回ちょっと酒作ります。数年に一回腰を壊すんですけど、もともと爆弾を抱えていて、数年に一回壊すんですけど、やっぱ油断なのよ。だから毎日気をつけていれば壊さないんだけど、数年経つと忘れるんだよね。次10時半ぐらいに30分刻むぐらいでなんか教えてください。立てっつって。すいませんね、申し訳ないですけど。まあ、バファロークソかっこいい。強そう。バファロー。で、陣形また崩されてない。俺バック疲れた、もしかして。今俺敵からバックアタック食らうことあるんだ。ああ、それ気をつけなきゃいけないね。あ、そう、ハムストリングスのストレッチは、お医者さんに言われて、6、7年前ぐらいかな。でも10年近く前か、初めてぎっくり腰になった時に、病院行ったら、もう、もも裏がカチカチですと。で、ハムを、ちゃんとストレッチしてくださいって言われて、一応毎日ストレッチして、で、1時間、2時間ごとに、横に俺ヨガマット敷いてるんだけど、絶対椅子から立ち上がって寝転んでストレッチをするようにしてるんですけど、そのね、数年経つとなんかね、それを忘れてついさ、編集に集中しちゃって3時間ぐらい座りっぱで、うわやべ座りっぱになっちまった、でもまあ大丈夫だったなみたいな感じになっていくわけよ。それを繰り返すとこのようになります。なので数年おきね、油断が来ちゃうんだよね。良くないんだけどね、本当に。そう、腰マジで爆発するから本当に。ただ最初の頃ぎっくり腰になって本当立ち上がれなかったんですけど、今もう慣れちゃって普通にね、立てるようにはなったし、一応もうぎっくり腰になったらもうその炎症が治るのを待つしかないから。なんでこのドワーフは影かっけえ忍者いるやん。クソかっこいいんですけど影。お前私の進化にならないか影。影が欲しい。だってお前誰だ。アデプト。アデプトって何。影がかっけえ。あ、ちなみにそう、なんかね、ロマサガ3、このリマスター版から、クラスが追加されたみたいで、忍者のクラスが追加されたらしいよ。もともとこのオリジナル版しか知らない人は多分、忍者っていうクラスを知らないかもしれませんけど、忍者というクラスが存在するらしい、このリマスター版には。あ、そうそう、もう治らないから、来た!パーリー!ピキーン!輝いてたね、今ね。ようやく基本技パリーを覚えましたね。
ナイスナイス。アレフタ達人ってこと？忍び忍者がね、なんかクラスにあるらしいです。アデフタでおい忍び影出してくれ。影が一気に好きになっちゃった。ハゲはお呼びじゃねえんだよ。ハゲじゃなくて影出してくれ。あ、針治療ね。針治療も高いからな。そこまでコストをかけられないから、まあ日頃からね、私が気をつけていればいいだけのことなんですけど、忘れちゃうのがね本当によくない。入っちゃっていいのか。おお、中まで汚染されてる敵に。いや、獄門長と C じゃん。 B どこ行ってんだよ。獄門長さんはさすがにファイヤーボール。獄門長さん硬いからな。筋トレやってる。実はこの腰を壊したの筋トレがあれですけど、この間ね、8時間生配信したことがあったじゃない。昼4時間、夕方4時間。おい、あいつなんか、椅子に座って会議してない？敵が。え？ミミック、かわいいミミック。あ、ロマンスガッツ、ミミックいんのか。宝箱の敵ね。ミミックってでも大概強いよな。大丈夫かこれ。怖いぞ。そう、気をつけるのが一番難しい。で、8時間、トライアングルストラテジーやって、その後夜、ロマンスガッツ3やった時に、ちょっと腰に違和感感じてたわけ。うわー、マジか。危ない、混乱。危ない。危ない。大丈夫か、お前。ちょ、二段切り使おう。俺はさすがに。ちょ、ミミック強いだろ、これ。攻撃して大丈夫か？パリに召喚しようね。怖い。パリにしよう。混乱してるから攻撃しかできない。攻撃、攻撃。来た！巻き打ち！強い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 。十分十分。てかさ、本当にさ、兄貴めっちゃ強かったんだな、そう考えると。今さら巻き打ち覚えたのかって感じだよね。おいー、ベアーがやれちまった。巻き打ち巻き打ち。ミミック強すぎんだろ、イートブレイク。ミミックが強すぎる。こいつ強いな。まあ、ミミック大概強い印象あるよね。マットバイター。これ強かった。俺かいうわしかい。ちょっと待ってくれ、おい。やられちまって、これ。こんなところで。おお、すごい。すごい当たった。二段切り。117。マジ？やべ、一人ずつ殺されていく。倒してくれ、マジかよ。引いた方がいいのか、これは。混乱してる。引くべきのがセーブした。セーブしたから行こう。イートブレイク。ミスるねー。マットバイター、俺以外。いや、俺か。混乱か。9はまずい。しかも混乱で通常攻撃しかできない。しんどい。ミミック強すぎるだろ。マジかよ。まだ勝てないかも、本当に。マットバイター、これは死ぬ。危ねえ。終わった。うー、でも終わったところで何の旨味もねえじゃないか。なんだこれ、何の旨味もねえ。とは今 LP が減ったぐらいか。 LP、 うん、まあまだいけるな。 LP15 もあるし。倒してから何もなかったよ今ね。で、その8時間、1日8時間やった後に筋トレしたんですよ。で、筋トレしたら、腰違和感あったのが筋トレしちゃったらね、ミチーっつって。あらーっつって、それでなっちゃったんで、あーあーっつって。あーあーって感じでしたよ。一応、巻き打ち覚えたのでかいね。それはそう。それはでかいわ。ん？データライムが来た！ウェーイ！いいね！データラーメンは覚えた。だんだん覚えていってるよ。いい感じ、いい感じ。いや、腕。まさかの、二頭のトレーニングの時に、こう、あ、影だ！ダンベルを下に置こうとした時に、こう、かがむじゃん。腰を下に曲げた時に、メリッって言ったの。ズワーつって。腹圧もね、忘れがち。そのストレッチと同じで腹圧も忘れがちになるからな。
ベルトケチって買ってね、ベルトともう買おうと思って、パワーベルトとグリップは買おうと思いました。そんなに重いダンベル使ってるわけじゃないのよ。関節弱いから、俺関節弱いからダンベル重いのそんな使ってないんだけど、でもそれでもいるなと思って、買う、パワーベルトとパワーグリップは買う。そうだって、メイスなんとかだろ、お前。メイスは、骨に効くだろ。メイスで行け、メイスで。デタラメはちなみに商品2か。なるほどなぁ。まあ、待つかな。かがむとやっぱ腰に来るからね。宝箱怖いよね。ミミックシステム、ロマンス、うわ、また死んだ。死ぬなぁ。死ぬねぇ。でも防御全然高くないじゃん。この陣形でも後ろ来たら死ぬんだな。獄門帳がシンプルに硬くて強い。獄門帳が強いな。あれ、俺の LP まだ高い方だからいいか。ああ、12万。おい、金がガンガン溜まりすぎて逆に怖い。出たー。逃げれんのこれ。あ、逃げれるよ。バックステップ。あ、しかももう戦えないの。ああ、逃げると戦えないんだ。あら、それちょっともったいないことしたかな。逃げると戦えないか。なんかいいものがもらえたかもしんないと考えると怖いけど、でもさっきのミユキは何も落とさなかったしな。ペコン。配信中はね、酒取りに行ったりトイレ行ったりするからまだ立つんだけど、編集中がやばくてね、3、4時間ずーっと座りっぱになってるから、編集中集中するとそれがよくない。急に物持ち上げるときも俺その辺は気をつけてんだけどね。気をつけてなおこうなるからな。油断ですよ、油断。こればっかりはもう慣れていてもそうなるからしゃあないし。エアドロップあったかな。メイクバファロージャム。ジャムどうなってんだそれ。ガンツの車輪みたいな、ガンツ結構強い車輪みたいな感じだな。乗ってるな、ちゃんと乗りこなしてるな。もしくはジュラシックワールドの子供たちが乗せた全天球型の乗り物かもしれない。立ってやるです、スタンディングですね。効果あるんじゃないですか。だから私その画面2画面使って広めに使うんで、スタンディングデスクを置くスペースも特にないんでね。要は気をつけていればいいだけの話なんだけど、要はね。うわぁ、ジャム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 、レースしてるこいつら。ジョジョのシーサーの血のシャボンだみたいな。見る人にそれぞれによって見方が変わりますね。ジュラシックワールドのそう、脱出スポットみたいな。ガンツのやつは横のガラスがないのよ。車輪、縦に、縦回転の車輪に乗るやつな、ガンツのやつは。ガンツのバイク。バッファローなんか食ってやろうぜ。スタンディングデスクは確か結局立ちっぱになるから、まあ立ったり座ったり、スタンディングデスクも高さ下げれたりするやつがあるからね。立ったり座ったりが一番いいんでしょうけど。うわ、ゴブリン、ここに来てのゴブリン、楽しそうだな。ゴブリンな、愉快愉快。息子戦力になってないけど、ファイヤーボールあるから息子には。でメイスが鍛えられたらもっといくから。今に見てもメイスがもうすごいなるから今後。ちょっと待って、でもメイスさ伸びなすぎない？あ、いやでも2か、2はある。でもこれからですね、今後に行きたい。こいつは何話してんだ、喫茶店じゃねえぞ。獄門帳ダブルはしんどいな。ダブル獄門帳か。ライトボール、ファイヤーボールもガンガン使っていくしかないな。こいつ伸びてはいた、まだ2だから、まだ今後に来たい。やばいやばいやばい、テレーズちゃんが。いや、ライトボールいまいちだな。ナイス、全部中途半端。いや、ちょっとね、いろいろ浮気しちゃったからな。あ、素で伸ばそうとか、いや、メイスにしようとかね、ちょっといろいろやっちゃったからね、よくないね。メイス、メイスがちょっといまいちな感じは。いや、不定形はライトボールでね全滅できるけど、
骨がね、で頼りのメイスもさ全然頼れないからね。ゴブリン、ホブリン、タータラ、色違い、早くも色違いが。早くもゴブリンさんお役ごめんか。ホブリンはホブゴブリンの役かな。イントレーシン、いやさすがにいいって。それはプロのやつ見てくれ。それはな、いや骨は強いだろうな。まあでもなんかロマスガス3ではノーラちゃんがいたおかげで斧が割と育てたからそんなに脅威ではなかったんだよね。で今回も斧なり棍棒なりをちょっと極めないと。誰かがな、全員剣しか使わんからな。さらにドア守ってんな。ガンが行くか。中堅が守ってる。ゴブリンホブリンタータリーね。バファローバファロージャムもまあまあ。バファロージャムまずそう。あ、なんかこないだなんかスーパーで松阪牛アイスって見つけたよ。そういえばバファロージャムまずそうだけど松阪牛アイスもえどうなんて思ったけど、めっちゃ500ワンカップで500何十円かする牛脂でできたアイスっつって、牛脂アイスみたいな、美味しくなそうっていうの思い出しましたね。バファロージャムで、だから松阪牛アイスがあるんだったらバファロージャムもあってもいいかもしれない。バファロージャムがあってもいいかもしれないな。なんなら貴族のアイスも油臭そう。一応バニラ味ということでしたけど、ちょっとわからないですね、どういうアイスなのかが。松阪牛アイス、バファロージャム、牛脂アイスはちょっと謎だったな。あ、宝あるじゃん。寝てるやつおるぞ。影が寝とる。影と影と C。何を、ここで寝て何してたんだ。影と影と C で。三人でベッド入って何やってんだよ。こいつらフラチすぎる。こんな奴に滅ぼされたのか、この街は。来た！影ぬい。うわ、どんどん覚えるじゃん。いいね。この子なんだっけ、名前。ちょ、マジで名前覚えられん。サラ帰ってきてくれ。サラの名前が一番覚えやすかった。影と影と C はやばいだろう。男女男でナブルだよ。おいおい、テレーズね。テレーズ全然覚えられん。影相手に影の絵覚えたな。そういうこと？そういうことなのか。アデプト影 C。 おいおいおい、この3人で何やってたんだ。同じベッドでハゲと影と C で。影はともかくハゲは何なんだ、マジで。サラ気になってたからな。なんで木の名前サラなんだろう。どういうこと、どういうことなんですか。いやこの影ほんと強そうだよな。そんな強くないけど、影仲間に欲しいわ。なあ、多いな。ミミック、ミミック率の高さ。影が A。 あ、そうかもしれない。 ABC の A が影だったのか。あり得る。だってこいつに、ちょっと待って、これ対局だろ。こういうのはおかしいよ。このミミック率は絶対おかしいよ。まさか。ああ、財宝。でも15万くらいの金ばっかりなんだよな。この金も果たしてどうなのって感じはしてるけどな。この金。果たしてもコッコにガンガン入ってるけど、後々多分あれだろうな。湯水のことを使うんだろうな、国家運営でな。多分、あれ、フルブライトさんみたいな会社運営みたいなのが多分あるんだよ。それでガンガンコッコを使うんだろうな、コッコの金を。敵地にまとまったから、いやー、それだったらさ、敵さんの食料とか、武器とかいろいろあるわけじゃない。敵さんが大事に持ってるね。この中にミミックがいたらおかしいですよ。宝箱に住んでるだけなのかもしれないけどな、ミミックはな。まあ、攻撃、攻撃。国レベルで、ね、大した金額じゃないけど、なんかね、そういうのがあるっていうのはなんとなく説明書で見てるんで、国家運営みたいなものがあるらしい。なんならこのダウンロードコンテンツ、なんか追加コンテンツか、追加コンテンツで追加されるやつもその国家運営に関わるものが。フィーンド、裸やん。裸で4本腕、完全に怪力やん。生玉、生玉かな。生き量がいる、生き量が。これでもいく、これはあれでしょう、ライトボールでしょ。多分物理技効かないタイプのやつなんじゃないか、こいつは。そんな気がって、こいつ強そう。
フィーンドが強そう。フィーンドって何なんだよ。説明書さんよ、本当に。いや、それは知ってていいでしょ、別に。後々明らかになることだから。生玉か生玉か、暗闇あんま聞かなかったな。おー、いいねいいねいいね、ファイアボール役に立ってるよ。王子、王子学問以外で初めて役に立ったな。だって暗いジャン、暗いフィーンド、暗いアデプト、性格が暗そう。暗いアデプトなんかダメだろ、お前ハゲなんだから。明るく振る舞えよ、もっと持ち前のその身体能力を生かして。せっかくハゲなんだから暗くなっちゃダメよ。なんかどんどん新しい敵出てくるな。敵の種類めちゃめちゃ多いんじゃないこれ。後半はね、色違いとかも出てくるかもしれないけど。ポイズン、ピンクやん。毒になるとピンクになるんだな。陰キャアデプトだったな。暗いアデプト、暗いジャム、暗いジャムやだな。なんか明るそうなね、こいつクラスで。暗いジャムやだわ。ダークでよかった。まあメガテンじゃねえや。ロマサガ3ではダークいなすからね。暗いっていいな。なんか性格暗くなっちゃったみたいな。そういう技かもしんないよね。ライトボールで、あの明るい陽キャーの明るさを目の当たりにされると暗くなっちゃう。反動で。暗闇だと不都合。いや、ないと思う。まあね、分かりやすいじゃん、子供にも。あ、暗いんだ、この人。暗闇だとちょっと闇が読めないかもしんない。小学生、低学年には早いかもしんない。闇っていうか。じゃあ、ひらがなで書けよって思っちゃうかもしんないけど。殲滅しちゃうわけよ。まあ悪い子じゃないからな、殲滅するのかな。育っていくわけだから。またミミックなんだろうな。ライオンヘッド、なんですかそれは。ライオンヘッド、ちょっと待ってくれ。おお、いいね。でシルバーリングはこれ大層なやつなんじゃないの。でもやっぱ王につけてほしいよな、ライオンヘッドはな。王たるものが。いや待て、でも一応やっぱ一応主人公っぽいライオンヘッド、ジェラールにつけさせるか。いつかしくないな。でもジェラールイライオンヘッド、重心サンダーライガーみたいになるんじゃないこれ。出た。倒そうかな。ちょっと技ポイントガンガン使ってるんだけどな。こんな技ポイント使っていいのかっていう気もするか。今パリーでもしとく。巻き打ち、影縫いで麻痺はどうだ。影縫い、ライオンにライオンヘッドはちょっとつけさせたいね。おい、全然当たんねえ。シンプルに強いこいつ。ファイアボール、若獅子レオンの息子を落としてね。これ強いんだって。パリーできないんかい。まあ、遠距離攻撃だもんな。パリーは意味なかったか。攻撃、巻き打ち、陰縫いも当たんなかったけど、もう一回。だそろそろボス、ちょっと待って、でも待って、七英雄でしょ、そろそろ。次に待ち構えてるボスは。ここで、まあでも、技ポイント回復できる。やばい。耐えた。技ポイントは一応回復できるように持ってきてはいるけどな。これはでも、傷薬使っちゃっていいかもしれない。傷薬。こんな、ここまでして倒す意味ある？こいつ。知らんけど、イドブレイク。弓当たんないね。当たった。ナイスナイス。あー、でもダメか。状態じゃ効かなそうだな。ヘル吸収。うわー。いやー、強い。強すぎんだろ、それ。ファイアボール。ファイアボール地味に役立ってる。ゴジさん。水薬。いやー、一人落ちたか。ちょっと待ってくれ。攻撃して。水薬かな。いや、こいつ倒す意味マジでないのかもしれない。これただの罠かもしれん。倒す必要ない気がする。ファイアボール、吸収で二段切り一発分吸収するからな。わー、これはしんどいぞ。でミミック、ちょっとこのタイミングで挑むべき相手じゃないかも。まあ、逃げれるからね。逃げていいんでしょうけどね。立ち向かってしまった。いや、いけた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 。俺は経験点はでかい。やっぱ何もないんだ、アイテムは。アイテムくれよ。アイテムが欲しくてこっちやってんのに。もうこれ逃げていいな、ミミックな。
あ、そうです、立ちます。ありがとうございます。助かる助かる。立ちます。しばらく立ちながら行こう。いや、ありがとうございます。いや、そうね、技ひらめく可能性がある。敵が強いだけにね、それはあるんですけどね。いやー、なんだこれは。あー、明らかにいるね。骨2体を倒すか、ゾンビ2体を倒すかの選択か。ゾンビ2体かな。なに、ボーンバイター。やばそうな調教を受けてるやん。しかも頭から骨はみ出てない。頭からあばら骨はみ出てるやん。そこはあばらな。ボーンバイター、こいつやばいやつに調教されてそうだな。ボーンバイターな、これはやばそうな気がするぞ。大丈夫か、これいける。ボーンバイター、先に下狙うか。先に下のハゲ狙って、ハゲから倒し、絶対上のやつ強いって。ボーンバイターは、攻撃。ボルトかな、骨じゃない。肋骨はみ出てるっしょ、脳みそから。ネジなのかな。あ、ネジか。ネジと言われちゃう、ネジと言われればネジっぽいな。確かに。あと、みんな殴りで、なんか殴ってこなかったね今な。ボーンバイター、口2個あるぜこれ。口の中に口が、つえー、なんという強さだ。じゃあやばい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 、大丈夫かこれ。早く倒さないと。いけた、一撃じゃない。オーバーキルすぎるって。 LP 結構来てるか。いや、まだいけるな。大腿骨みたいな失職器 C 失職器、完全にネズミじゃん。ミュータントタートルズの師匠やんこれ。ネズミおじさんやん。失職器大丈夫かこれ。割と強そうではあるな。せっかくどうせ技ポイント回復するんだったら、ちょっと負け道ぐらい使っていくか。見抜かった。いやー、ちょっと毎回なんかテレシーだから、なんか下の子の名前が覚えられません。助けてください。テレーサだっけ、テレシーだっけ。あの子狙われすぎじゃない。試食品グールね。あ、そう、スプリンター師匠、完全にスプリンター師匠じゃない。二段切り対二段切り、テレシーか。テレシーの名前覚えられんて。テレーさん、テレヤのテレーズって覚えよう。いや、俺テレまで覚えてたもんな。テレシーって、テレまで覚えてたのに惜しかったな。テレーズね。いやー、明らかにやばい七英雄がいるな。これ勝てる気せんけど、一応ちゃんと万全の状態で挑みたいですね。あ、術中しか持ってきてないのか俺。術種しか持ってきてない。あれ、技回復持ってきてない。置いてきとるなー。あららら、ね、テレーズの公式や、見よう。絶対可愛いよねテレーズは。トライガスセンダーと意気込んできたものの、ちょっと待ってくれ。技回復持ってきたつもりが持ってきてないね。術種しか持ってきてないわ。術も一応回復しておいた方がいいでしょう。術師。はい。やべえ、技ポイントなくなっちまった。ただ行くしかあるまい。息子、なんか変なの出してきた。なに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 、変、人玉出してくんね、人玉。人玉ジャム。人玉ジャムか。まあ、ライトボール。ファイアボール。これ使っちゃっていい。でもさっさと七英雄に挑んじまった方がいいのかな、これは。ファイアボール。あれ、暗闇出てるな。ああ、ちょっとそっちじゃないのに。狙い外れた。暗闇って言ってるね。暗闇って言ってるけど、暗闇状態になると暗いになっちゃう。そうだよ。殴った方が早そうだ、こうなると。こうなると殴った方が早い。ファイアボール攻撃、攻撃。人玉なんかそうだね、綺麗なビー玉ですよね。なんかこれこの隙に酒を作る。テレーズの髪型がいいんだよな。
これどんな服装なんだろう。ちょっとロマサガ3よりあれだよね、ドットが小さめだから、こう見た目の想像はもうちょいね、想像力働かさなきゃいけないよね、3よりはね。おい1番か、行くぞ。もういいいいけ、わざわざ出向いてきたか。頭を下げてアバロンを差し出せば、我が重心に取り立てやってやってもいいぞ。息子の敵だ、覚悟しろ。聞く耳なし、いいね。そんな用事か、くだらん。私の力を見せてやったのに勝てる気でいるとは、頭の悪い奴め。アバロンは実力でいただくとしよう。息子のところに送ってやる。くそかっけ。うわぁ、苦人心じゃん。え、マジの七英雄、きめぇ。人痘邪神って感じですね。人痘打神の。片腕か。まるで人の形をしていないな。いや、勝てる気せんけどな。完全に当てたのにって、なんだっけあの名言。完全に当てたのにのやつ。一応パリしとくか、剣持ってるしな。完全に当てても勝てなかった。だって、誰もまださ、ひらめいてないんだぜ。兄貴が持ってたわさ。二段切り。いやー、あ、耐えた。全然耐えれるよ。テレースやるよ。あ、そう、流し切りが完全に入ったのに。まだ流し切りを我々誰も覚えてないんだよね。あ、いいよいいよ。使ってるよ。流し切りを覚えていない状態で挑んでますからね、我々。流し切りが使える。我が息子ですら叶わなかった相手。パリ意味ねえな。殴ろう。巻き打ちが頼りだな。攻撃。技ポイント回復できないのがね、なかなかだな。イルスト、いや絶対強い、これミス。うわ、毒か。状態以上の使い手でもまあまあダメージ取ってるぞ、周りの連中よりな。いやでも毒しんどいね。毒はちょっと直す手段がないですね。ファイアボール、うーん、もう殴るしかあるまい。巻き打ち、ロイキ。いやー外すね。テレーズミミック、ムム、これはたまらん。お、かまいたち、はあ、強そう。うわー、テレーズ。まだ耐えてる、まだ耐えてる。ファイアボール。だんだん実力を発揮してくる感じか、これは。いかん。王がやられる。王がやられるわけにいかないな。ちょっと待ってね。王も王子も危ないのか。これは危ない。自分で使って。間違えた。王に使って。巻き打ち。デレーズ本気を出さねばなるまい。本気ソウルスティール即死やん、それ。おお、父上。もう父上倒れたらもう終わりか。そうなんだよな、継承システムが働くから。ああ、でもイベントだよね。ジェラール、はい、ここにおります。俺が継承するわけだ。お前が次の皇帝だ。お前はクジンシーと戦わねばならん。はい。でも無理だよ。だが今のお前、え？はいはい。何その選択肢。今のお前では勝てん。私の力を受け継いで戦うのだ。いいな。はいはいて。はいだろそこは。力強い。はい。あの女魔導士は伝承法というものを教えてくれた。伝えるものと受け継ぐものに強い意志があれば、志と能力を受け継ぐことができるのだ。あの女が何者か分からんし、ただの出任せかもしれん。しかしお前とこの国が生き延びていくには、この方法に頼るしかないのだ。奴の必殺技ソウルスティールは見切った。この見切り、お前に伝えよう。で、見切った俺にやられてましたよ。父上、まさかそのために、クジンシーと戦ったのですか？ソウルスティールを見切るために。そして、それを私に伝承するために。あのメギツネメが父上をそそのかして、ジラル！私のことの通りに足らん。伝説では七英雄は世界を救ってくれるというが、実際はどうだ？あの九人神には世界を救う気などないようだ。ねえ、モンスターが町征服してたよ。奴が偽物なのか、それとも伝説が伝説に過ぎるのか。どちらにしろお前は強力な七英雄に立ち向かわなければならんのだ。奴らが九人神のように残忍な奴ばかりだとすれば、七英雄を倒さねば世界の統一も、人々の平穏な暮らしもない。で、伝説は間違ってたってこと？世界の危機に七英雄が現れるっていうのは間違ってたんですか？お前は自分の自らの人生を捨てて戦う決意はあるか？
はい。あ、そこははいはいじゃないんかい。まあでも王族に生まれた時点で人生は捨ててるからね。国に命を捧げるのが王族の定めですからね。よし、長く苦しい戦いになるだろう NKT。 だがその決意がある者に力を受け継いでいくのだ。ジェラール、私の魂は常にお前と共にあるぞ。さらばだ父上。またうなだれちゃった。父上、誰にしますか。俺しかおるまい。皇帝継承ね。まあ、主人公皇帝が LP が0になった場合、もしくはパーティーが全滅した場合、このように皇帝の継承が行われ、皇帝にしますか。はい。そして前皇帝と次の次期皇帝で見比べた時に強いステータスを引き継ぐ。それジェラールと先の王レオンを比べた時にレオンの方が腕力が高いのでレオンの腕力を引き継ぐと。だジェラールの方が例えば火炎魔法得意だとすると、その火炎魔法はジェラールが優先されるみたいなことらしいですね。ダメですよ。どうなんだろう。まあ一択です。はい、ジェラールが皇帝ですね。こうして能力を引き継げるというわけだ。そしてどん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 この力は先代の皇帝の能力を引き継ぎ、最強の皇帝を作っていけということなんですね。ちゃんと強くなっていく。だ俺しかとはちょっとまた違う。ビクトール、ちょ、うろうろしすぎだろ。ビクトール様に続いて陛下までも。ああ、帝国はアバロンはどうなるのだ。ゴブリンが攻めてきました。不幸につけ込んでくれたか。もはやこれまでか。父上、お守りください。落ち着け。モンスターの数は城壁が破れるほどか。おお、急に王っぽくなった。いえ、町を略奪しているだけです。よし、撃って出るぞ。ジェラール様、無茶をなさないでください。せめてよりすぐりのものをお連れになって。ヘクター、あ、学問だけしてるのやつ。ヘクター、俺たちが雇われていたのはレオン様がいたからさ。こいつ傭兵だったのかよ。出ていけ。ジェラール様なんかについていく理由はないね。カッチーン。ジェラール様が皇帝じゃ、この国もどうなることやら。貴様なんという。わかった。ヘクターの言うことももっともだ。誰か他の者と行こう。ジェラール様の皇帝陛下のご出陣。うおおおお。ヘクター。まあ、後で覚えとけよ。絶対に許さねえからな。学問でもやってればいいんですよね、やつ。とりあえず座っとこう。ふぅ。一旦呼吸を整えてな。王室じゃ、食らいまくっとるやないかい。一旦寝ようか。ご出陣したけども、一回寝させてくれ。頼む。相変わらずここで出るんだ。もろ手を上げて寝るタイプ。寝癖。寝相の癖。もろ手上げて寝るタイプだった。新王は。新たなる王はもろ手を上げて寝なされるぞ。ご出陣しようじゃないか。ケレイ、ちょっと待ってくれ。周りの連中は俺の即位をどう思ってるんだ。ちょっとこの言葉いかんによってはお前らの今後の処遇が変わってくるぞ。バイソン、よろしく頼むぞ。はい、陛下。早速陛下呼び。いいね、バイソン。戦士が必要な時はいつも声をかけてください。これ仲間もう一人増やせんじゃね。戦闘時期インペレークロス使えないもんな。おー、バイソンいいけど、ちょっと待ってくれ。俺には犬がいる、ジョンが。ジョン！うわ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 。ジョン、よろしく頼むぞ。はい、陛下。戦士が必要な時はいつも声をかけてください。あー、でもこっちの可愛い子にしようかな。ライザー、よろしく頼むぞ。何でも器用にこなし、特に証券が得意な私をぜひお連れください。あれ？ちょっと待ってくれ。なんで他の連中は入ろうとしてるのにライーザだけ入れるんだ。でも証券ちょっと被ってるから、ちょっと待ってくれ。なぜライーザだけ？だったらなんかちょっと待ってくれよ。あ、お前は首をはねる。俺たちは優れた戦士にしかついていけないんですよ。こいつも傭兵か。私たちは優れた戦士にしかついていけありません。なんでこいつらに一室は渡してんだよ。潰せ、この部屋。
ジョンとバイソン連れていけないの？ジョンがいいのにな。ヘンリーよろしく頼むぞ。弓が得意な私をぜひお連れください。まあ、弓かぶってるしな。メアリー可愛いぞ。戦士が必要な時は、あの戦士が余っちゃってるんだ。戦士が余っちゃってて入れないんだな。今くしゃみ出そうになって、くしゃみすると腰がめっちゃ痛いんで、今すごい体勢を整えてくしゃみしてました。すいません、3秒ぐらい黙りました。戦士が余ってんだな、2人いるから。ちょっと待ってくれ。それでいくと他仲間になりそうなのもこれがマックスか。ああ10時半に経ちました。くしゃみで今すごい体勢を整えて、ちゃんと机に衝撃を逃がすような体勢でくしゃみしました。今危ない危ない。これってでも仲間を外そうと思ったら、あ、そうだ、ファイアボール教えてくれと思って、それだ、術師を連れていこう。ファイアボールお姉さん、あれお姉さんだった、お兄さんじゃなかったあれ。どこだっけ、上の階かな、ちょっと待ってな。術師いたよね確かね、この辺、これだ。あ、違う、これ記録誌だ、これ記録誌で、あれどこだったっけな、こっちか、エメラルド、そう、エメラルドとサファイアみたいなやついたよな、ポケモンみたいな、ポケモンみたいな名前のやついた。あ、さっきのあの人、あの人ただの家政婦だと思ってたわ。ただの家政婦じゃないよね、この人、これ家政婦じゃない、これ、これ家政婦でしたね。わあ、どこだっけ、あ、これか、これだ、ここや、これね、こっちが男か、アリエス、宮廷魔術師として日々術の研究をしております。風の術が得意な私をぜひお連れください。ちょっと待ちたまえ。君はエメラルド、もちろんです陛下。火の術か、ちょっとかぶっとるな、かぶっとるな、エメラルド。でも女の子がいいな。でも女の子がいい、エメラルドにするか。男男、男にする。いや、エメラルド可愛いっぽいよ、ズキンかぶっちゃって、可愛いからな。で、俺が火の術別に忘れればいいだけだし、ファイヤーボールとか別に金繰りすればいいからな。属性かぶってるけど、いや、女の子だろうな、エメラルドだろう、しかも名前が覚えやすい、なんかライーザって覚えにくいけど、エメラルドめっちゃ覚えやすい。頑張ります。ちょっと待って、どっちがどっち、お前アリエスか、アリエスか、アリエスも覚えやすいか。ちょっと見せてくれ、エメラルド。おお、あ、しかも風の魔法覚えてるじゃん、なんだ、おお、いいよいいよ、風魔法も覚えている。エメラルド、ファイアボール、セルフバーニング、ウィンドガッター、エアスクリーン、エアスクリーンは聞いたことないな、セルフバーニングは知ってる。そう、王は多分もう剣を使うよ。装備どうなってんねんな、俺の装備は長剣か。で、ライオンヘッドそのままかぶってよし、いいでしょう、いいでしょう。ジェームズ・テレーズで、エメラルド、あ、一応証券持って、あ、指揮者のローブが固定装備、あ、カーソルを合わせることすらできない、指揮者のローブ情報すら見れないのか、指揮者のローブ、それむずいな、情報すら見れんか。とはいえ、ちょっと一応これは着せてあげて、まあ証券を一応使わせてもいいけど、まあ術で行った方がいいよねって感じかな。あれ LP 回復した、ほんまや、あれや、ちょっと回復してるな、ん、あ、ちなみにあの LP がなくなった人は死にます。あ、ちゃんとジェラールになってる、
LP がなくなった人は死にます。そういうことですか。カーソル合わせても情報見られない。そうだね。ただ合わせることすらできなかった。 LP は減っているんだね。そして減ると死ぬ。無情だな。そしてもちろんそれは主人公も同じで、主人公も死ぬ。主人公が死ぬと王位継承しなければいけないということなんだな。テレーズめっちゃ死んでるやん。説明書には LP がなくなると死にますって書いてあって、あの宿屋では何が回復するか俺は読んでなかった。スリーと同じかなと思ってたから。 LP が回復するとは多分書いてないんでしょ、宿屋にはね。行くしかあるまい。このメンツでいいんじゃないんですか。まあ、命大事ってことで、まあ、テレーズちょっと死にすぎたな。どんな防具を開発すれば、うん、なんかレシピを持ってこなきゃいけないんだな。ね、ミミックで結構死んじゃったから、ミミックしんどかったな。陛下お気をつけて。みんなが陛下と呼んでくれる。そういうことになるわけだ。LP の重みがだいぶ違うよね。インペリアルクロス、エメラルド後ろ、ベアが前。ふぅ、大変だなこれは。え、なんかもう魔物いるやん。ということはこれ店行けないか。ゴーブリンの群れ、ゴーブリンが攻めてきたってそういうことか。で、二段切りを継承しているわけだね、ちゃんと。じゃあ、長剣伸ばしていきますか。あの、か弱かったジェラールが、ムキムキになってる。父親張りの。急にムキムキになるやつ。まあ、こいつらに術使うのちょっともったいないっちゃもったいないのか。もったいないもくそもないか。じゃあ、風伸ばしていくか。ひどかった。風伸ばして攻撃でいいでしょう。そう、攻めてきた。打って出るって言ってたけど、もう中に入ってきてる。なんなら俺がグダグダして寝てる間にもう入ってこられてる。良いんだった。いや、エメラルド可愛いな。エメラルドどういう格好してるんだろうな。エメラルドの一枚絵も気になりますね。見た目は変わってない、しょぼい、なんか白柔道着なんだけど、ただなんか技はムキムキになってる。エメラルド可愛いよね。やっぱエメラルドの人よかった。ほら、この立ってる姿も可愛い。エメラルド、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。コンボをゲット。買いかかってるな。じゃあやるしかない。こいつらか。こいつらぶっ倒しゃいいんかい。誰行ったね。顔つきも変わってる。もう王の顔になってるんだから、完全に継承しちゃってるからね。あ、城もそうか。町と城の間だから、城から撃って出るってことか。じゃあ、ある意味、ちゃんと撃って出てるな。女の子を増やしていきたい。いずれベアもな、いずれベアもちょっと、まあでも、いずれ LP がなくなったら入れ替えていかなきゃいけないっていう、結構、儚いゲームなんだろうね。本当に、命を削っては継承していくっていう、そういう感じなんだろうな。攻略問題エメラルドエロいの。エメラルドみてえな。ベアを女の子にしよう。ベア子にしよう、ベア子に。あ、ホブリンだ。敵もあれだ、同じ人形だぞ、これ。敵も固めてきてる。いけ。いや、暴殺するまでもないって多分。この、同じ時を過ごしていくうちにきっと死んでいくよ。で、多分ね、なんか年月も流れるのよ。これ、今1000年でしょ。1000年っていう年代が設定されてる以上。年月が過ぎていくと多分退場するキャラクターも出てくるんだろうなと勝手に予想してるんですけど、つまりあの本当俺しかみたいに受け継いでいく感じなのかもしれない。そこら辺はまだ分かってないんだけど、説明書次第ではあのスキルを覚えたスキルや能力を受け継いでいって、で最終的に七英雄を倒すっていう感じなんだろうかと今予想してます。いや、バック疲れてんな。いやー、むずいわ。ちょっと3でなかったシステム、この後ろから当たられるとやばいやつね。
2は敵から寄ってくるからな。バックアタック、ちょっと待ってくれ。これテレーズがマジでやばい。早い。エメラルド可愛いね、寝相が。じゃエメラルド落ちるの早いって。ただ寝相が可愛すぎる。ゾウと同じぐらい可愛い。ゾウ並みに可愛いけど、 LP9 しかねえじゃん。ちょっと待ってくれよ、早すぎるて。あのゴブリンがインペリアルクラスを、ゴブリンが成長してる。ゴブリンスレイヤーみたいになるかもしれないな。人間から人権を学んでいるっつって、すやーっつって可愛いけど言うとる場合かなんですよ。エメラルドの防具な、だないんだもの、防具が、防具がないんですもの。よし、倒れてんな。これやっぱ街の中のゴブリンを駆逐した方がいいのか。父上兄上に代わってアバロンを守るんだ。そういうことだよね。駆逐しろってことだよな。やってやろうじゃないか、ね、ゴブリンが学習してしまうからね。学習させてはいけない。つまりまああれだな、陣形が崩れるとやべえよってことなんだね。エメラルドちゃん、エメラルドちゃんが食らっちゃう。エメラルド防具ないのよ、買えなかったからね。あれ倉庫で一応引き出せたっけ、防具あったっけかな。はいはい、この陣形さえ崩されなければ死ぬことはない。後ろから疲れちゃったからな、今ちょっとしゃあなかったな。お前後ろ、お前すごい後ろつこうとしてきたね今。なのゴブリンの統制の方がすごいぞ。すごい統率が取れたゴブリン、我々より息が合ってる。すげえ後ろつこうとしてきた今。ヤバゴブリン、ホブゴブリンじゃなくてヤバゴブリンやん。いきなり兄と父死ぬんだよね。ただそれによって継承システムが説明されるっていうのが、まあエモいっちゃエモい、熱い展開ではある。ゼロ戦のドッグファイトみたいだったな今な。あとこいつで最後か。危ねえ、こいつはマジで後ろに走ろうとしてくる。やべえぞ、身辺強い。装備重要だし、ちゃんと回復をしないと難しいってことやな。もうテレーズなんてもう7しかないからね。7だっけ確か、やばいよね。ジェラールのお尻がゴブリンに追いかけ回されてんのよ、こっちは。危ない危ない、ゴブリン倒したら一回立とう。これででも一旦イベント進むだろうしな。よっしゃ、さすがにゴブリンにはね遅れは取らないよと。これ終わり、まだか、まだいるのか。おや、ああいるね、まだいたわ。よし、ういこれがラストゴブリン。虎血陣使ってた、確かに虎血陣っぽい、あの核欲の陣みたいな感じね。確かに虎血陣だったわ。オッケーオッケーオッケー、こいつ倒したったと。よいしょ、これで終わり。ジェラール様の力を見くって、おいおいおい、今更反省して、ちょっと立ちつって、ちょっと待って、今更反省して生きたところで遅えぞお前。お前雇おうと思ってんの、こっちが。あんな暴言を吐いたからにはどんな処分でも覚悟しています。どんな処分でも気にしなくていい、優しい。私自身も驚いているのだ、自分の力に。これからも共に戦ってくれ。まあ、使わねえけどな。首跳ねましょう。どんな処遇持っていってたよ。首を跳ねよう。襲ってきたゴブリンたちの住みかは西にありますが、どうしますか。え、そうもええって、なんで、んどういうこと。襲ってきたゴブリンをまず制圧した方がいいよね、絶対ね。そこへ行こう。そうもええ行くの真意がわからん。なんだこれ。そこへ行こう。そうもん攻略の前に、後方の、ああ、そういうことか。そうか、ソーモンはあの、クジン氏がいるところだから、いやいやいや、わかってるよ。わかってるけど、クジン氏がいるところに行く前に、ゴブリンがいる巣を倒すってことね。いや、わかってるけど、
なんでって俺急に選択肢出すから一緒になんでってなるやん。俺当たり前にゴブリンの方行くと思ってたから。いや忘れてないよ。なんでってなるやん。普通ゴブリンの方行くやん。普通に考えたら。そのまだすぐ行くと思わないから。え、なんで急に九人氏の方行くんって思っちゃったわけで、それはわかるやろ、さすがに。え？それはわかるやろ、みんな。察してくれよ。ゴブリンの巣行った間に攻めてきたら。いや、だってあいつら攻めてきてないんだぜ。あ、攻めてきてるわ。そしたら兄貴殺されたんだった。お前はどうすんだ？戦士が必要な時はね、まあ使わねえけどな。こういう選択肢がありますよ、と。3400クラウンの収入があります。これなんかね、国庫に溜まっていくらしい。現在我が手軍金庫には1101000万113万3200クラウンが蓄えられておりますガバガバやん。これガッポガッポや。で選択肢が唐突だからね。忘れたらなかったでしょ。ちょっと待って、ティッシュ取ってくるわ。一瞬ティッシュ取らせてください。さすがにこの横文字だらけの中でそれは言い過ぎよ。でなんならこのイベント説明書に載ってるしな。今のイベントあのフリーシナリオの説明で載ってるからね、説明書に。で私の短期記憶障害で偉い。なぜならこのゲームを始める前に読んだ説明書の説明を覚えてる。説明書にフリーシナリオはこのように選択肢によって変わりますっつって、あのこれこの選択肢は今載ってるやつ、説明書に。説明書はオンラインマニュアルだから皆さんも見れますよ。見てみてくださいね。説明書ネタバレか。いやネタバレっていうか、まあ、この場面に至るまでわからないけどね。この場面までやるまで、あ、この場面だったのかっていうことですからね。説明書読みすぎるってことないだろ。読みすぎてるんだ説明書。お前らむしろ俺がさ、説明書ロマサガ3の時のあの合成魔法の下りでさ、説明書に載ってねえだろっつったら、買い取りやろかいボケーぐらい言ってきたくせに。え？エメラルド1キロしかない。ベアがエメラルド15人分。エメラルド軽っ。小指で持てるんじゃない？ベアはエメラルドのこと。説明書が説明しすぎじゃない？もうどっちなんだいって感じですよ、それは。まあまあ、とりあえず、傷薬ちょっと持ってって、シルバー、あ、眠りから守るんだ、シルバーリング。これは持っていく。あと、技回復が欲しい。ちょっと結界付持っていこう。森の聖域。うん。これで、ちょっと待てよ。盾を、まあ、エメラルドがつけれるから、盾と、まあ、父上の仇、仇じゃねえ、形見。シルバーリング持たしておきますか。眠りを防ぐらしいね。森の聖域はめっちゃ大事だね。長剣メイス。形見の剣持っていく。でも、同じ長剣じゃなかった？父上の長剣と入れ替える。ちょっとどっちがどっちか分かんなくなるね。なんなら、エメラルド、ちょっと待って、エメラルドに、コンボを持たすか？エメラルド。なんか武器使わすんだとしたら、コンボがいいな。あ、鋼鉄の剣か。普通に同じ剣かと思ってた。鉄剣かと思ってたわ。ちょっとメイス。
して、メイス役がいないからな。メイス役が。本当だ、攻撃の剣だわ。フルーレは選んだの、さすがに。あ、ちょっと待って、飛びすぎた。ちょ。鋼鉄の剣でいいでしょう。いいでしょう。鋼鉄の剣だったんだね。父上の形見。これでもういけるのかな。七英雄とやら。で、一応防具は揃えたいんで、ちょっと待ってね。エメラルドのあれだね、防具が変更できないのがまあまあきついな。やっぱ魔導士は棍棒で、後々杖も覚えるだろうし。あ、大金持ち、これはやっぱ盗んでないという扱いなんだろうな、多分な。ほい、フェイスマスク、ナックルカバーか。防御力4、ちょっと待ってね。まあ、シルバーリング、眠りを防ぐは確かにでかいが、エメラルドはもうちょい防具の防御力上げたいから、それでやっぱこれかな、ナックルカバーかな。あ、ゴブリン行くよ。ゴブリン行くけど、か、もう七英雄に勝てんのかっていう。ゴブリンに行ったところでじゃん。ダブレット。これ？あ、すごい。キャンセルしたな。おぉ。え？買ったよな、ナックルカバー。あれ？ちょっと待ってね。買ってない。なぜだ？ナックルカバーはダメ押してた、俺ダメで決定してた。もうナックルカバーの方が上。となると眠り防止ね。どうしようかな。シルバーリングベアを眠らせないようにしとくか。これでいいか。あれ見切りついてんじゃない。技でソウルスティールの見切りね、ついてるついてる。投げ荒れ二段切りソウルスティール、父上の技は引き継いでると。行こう。あ、これスチームです、PC 版で。これね、ゴブリンの穴、まあ、サクッと穴を。おお、いるねゴブリンで。これさ、妖怪獣ナメクジやん。結構敵割と強くなってきてんな。あ、ライトボールもちゃんと継承している、素晴らしい。光の技も覚えてきたな。エアスクリーンは味方一体、風の膜を張り防御力を高める。セルフバーニング、自分自身、炎を防ぎ近づいたものにダメージを与える。カウンターね、ファイアボール敵一体と。まあまあ、ウィングカッター使っていきますか。攻撃、攻撃、まあ、攻撃でいいでしょう。敵がだいぶなんかランクアップした感じがするな。だいぶ数増えたな。ライトボール、おお、まあ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 。ちょっと光の術もちょい上げようか。レベルな。全体技そろそろ覚えそうな感じがする。まあデタラメアぐらいですかね、今あるのは。全体技。まあとはいえ、とはいえ。まだ雑魚だし、まあちょっとま、この、ナメクジだけわかんないけど、どのぐらいの強さか。ゴブリンにも穴はあるでしょ、そりゃ。ゴブリンの穴ですよ、これ。なかなかの立派な穴よ。ここは早いな、こいつ。このトカゲ。あ、ちょ、バックアタック。こいつら積極的にバックアタック狙ってくるな。ちょっと待ってくれ。そうなるとよ。
なんだ、セルフバーニング使ってもいいぐらいあるな。もう防御しちゃっていい。巻き打ち使っちゃっていい。バックアタック怖いよ俺。ナイスミス。巻き打ち、セルフバーニング。セルフバーニングちょっとよく分かってないけどな、この2ではどうなるのか実の。まあこれでも持続はするだろうから、なんか殴られればっていう感じで思ってますけどね。発動するのかどうかすら分かってない。ワニゲーターな。ワニゲーター可愛いな。ナイス、セルフバーニング、スエーイ、すんよー。セルフバーニング、触れるものみんな傷つける。セルフバーニング、これだな。まあ、とはいえ人形的にね、そんなに触れられることはないんでしょうけど、なんかあった時はありだな。メイスか、ちょっと待ってね。これガンガン使ってっていい。ウィンドガッターガンガン使ってっていい。殴れ殴れ殴れ。セルフバーニングね、ロマサガ3ではあんまり使えなかったからな。あんまり使えなかったっていうか、俺が使うチャンスがあんまりなかったから、今のちょっと嬉しいな。初成功かもしれん俺、セルフバーニング。ロマサガ3で一回も成功してないかもしれない。バック取られたらね、セルフバーニングいいけど、ただ炎症にちょっと時間かかるっていうのがあるな。そこはちょっと怖い。マタドールやん。マタドールとはちょっと違うな。マタドールの方がかっこいい。あ、これいけないのか。ただ敵、カエルの王様？何それ？確かにでけえけど。カエルの王様出ちゃった。かっけえ、カエルの王様。アマガエルなんだね、カエルの王様ってね。カエルの王様、アマガエルだった。やるしかないのか？サイドワインダー。証券による攻撃、まれにカエル即死。これをやってみるしかあるまい。使うしかない、ここで。サイドワインダー。クイーン。うえー、即死。うわ、やばい！即死とか遊んでる場合じゃなかった。遊んでる場合じゃねえ。デレーズが本当にもう毎回死にかけてる。やめろ、危ねえ。デレーズ毎回危なすぎんか、これ。そんなに？そんなにか、デレーズ。ちょい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 。さすがに危ないって。カエル強、そして。よっしゃ。デレーズ。さっき立ち上がった30分ごとに教えてください。次。11時半、あれ ?11 時で俺立った？デレースじゃないの？デレース。防御力低いか、でもこれ以上無理よ。まあまあ人形で言うと、エメラルドとテレーズを入れ替えるかっていう話になってくるな、そうなるとな。とはいえですよね。まだ出れてない、そうだね。もう出れたらデレーズと呼んでいいな、じゃあ。HP アップ。みんな上がってほしい。よしよし。みんな HP 上がってほしいよな。上にも道あるのか。ガンガン行こう。ちょっと倒しとかないと、バイパー。飛び蛇じゃなくなっちゃった。飛んでない。飛んでないからな。バイパーになっちゃった。11時半。23時と記憶ない。いや、だからみんないい。俺にちゃんと教えてねって言ってるわけ。俺も記憶を残さないから。記憶を残すこと放棄して。立ったり座ったり、立ったり座ったりした方がいいのよ、本当に。腰の血流があるからだからね。弓兵弱いから言い換えればじゃん。はぁ？うちのテレーズちゃん弱いって？テレーズは使いたいだろ、可愛いから。強いか弱いかじゃあ、ない。可愛いかどうかだ。さっきの強そうな傭兵は解雇しました。俺に盾ついてきたやつ、あいつも解雇だ。使わない、二度と。ただ今後可愛くなったら使うかもしれない。可愛くなった場合は私も考えを改める。なんだこの個室は。ホブリン、ホブリン個室だったな完全に。
ミンド勝った。殴り殴り、だんだん敵強くなってきてんな。見た目で言うならベア君がいらないよな。おい、パワー型好きよ俺。可愛い女の子も好きだけど、パワー型おっさんも好きだからな。学問でもしてればいいんですよね。やつ、あいつマジで嫌なやつだったな。びっくりしたわ。マジで嫌なやつだと思わなかった。しかもその俺がさ、見事にゴブリンを撃退した時には手のひら返すところ、そういうところがまたちょっと好きになれないね。今後熱いイベントがあるんだったらいいんですけどね。あんまなさそうだしな、熱いイベントは。あんまりなさそうに見受けられたけどな。どうなの、あいつが活躍する、なんかさ、例えばあのデレデレちゃんが、デレーズが LP がゼロになったとして、入れ替えざるを得んとなった時に、まあ、さっきのあいつを入れて、その後熱い展開があるのかっていうところですよね、気になるのはね。ちゃんと謝ったんだからいいじゃん。いや、あの程度の比例、まあでもこっちが許したからね。そうだね、まあいかような罪も受け入れますって言ったのは俺が許したんだろうな。なんて器のでかいお方だ。俺は王にはなれんな。この新王の器を見習わなきゃいけない。大体のプレイヤーはヘクター嫌いになる。いや、そうでしょう。明らかに嫌われようとしてきてるもんな、あのキャラな。ジェームズのジョンを入れたいよな。そう、多分デレーズちゃんがもう厳しいですってなったら、俺は次はジョンを入れると思う。部屋はクマちゃん打ち首できないからね。打ち首にできればな、すべてな。自害ウイルス、私は首を跳ねないが自害するのは自由だ。自害するぐらいやったら別の国に行くんだろうな、ああいう傭兵家業は。速い、後ろの後ろのやつが速かった。ウィンド勝った。これなんとなく殴りでいけるぐらいになってきたね、だんだんね。バイソンもいいんだよね。バイソンもかっこいい。ただバイソンとベアがキャラ被っちゃうから、どっちかっつうとベアがもし戦闘不能になったらバイソンの出番かなって感じ。どうなんだろうな、 LP がなくなって死亡した時を一回見てみないとちょっとわからんな、どうなるのかが。あ、出た。意図的に LP ずるんすね。実際打ち食いだね。それはちょっとさすがにやりたくないわ。さすがにな。インペリアルサガってなんだ。他サガシリーズの話だね、置いといてください。ターゲット何、なんだターゲット。弓っぽい、弓っぽい気がする。違ったわ。あ、立てた。立てたが、ちょっと待ってくれ。ターゲット、お、18パーで攻撃。あー、ソラシ系ね。なるほどなるほど、ソラシ系大事よ。ソラシ系大事ですね。スマホのやつな、スシャ系かな。どうしようかな。まあジェラールに早めに持たせとくか。いや、防御力ゴリッと下がるな。大盾これ発動しなくても防御力が上がるのか。とすると大盾の恩恵はでかいね。ちょっと待ってくれ。大盾の恩恵でかいな。ターゲットダーツの的みたいに、そういうことか。18%か。ベアですら13にまで下がるってこと。ちょっと待って、一回見たい。大盾、あ、防御力やっぱ10あるんだ。いや、防御力もともと10ある方がまだいい気がするな、そうなると。さすがにちょっとターゲットまだ置いとくか。大盾確率っぽくな、防御力10で、さらに、ちょっと待って、もう一回見よう。もう一回見る。
あ、45% で防御力10アップ。もともと本来の防御力が10あるわけではないのか。でも、防御力10上がってるで。能力値で見たら。その仕様は特に説明書には書いてない。シンプルに防御力上がるもんな。45% の確率で上がる。いや、でも、シンプルに防御力上がってるんですよ、初期状態で。防御力10あって、基礎が10あって、さらに 45% の確率で10上がるってことなんじゃない？防御力回避。発動した場合の防御数値ってこと？いや、書いてない。ちょっと待って、じゃあ、見るわ。盾。装備することによって敵の攻撃を軽減する盾と受け流して攻撃そのものを回避するガーダの2種類。両手武器を持っていると使っていると効果が発動しない。まあやっぱ発動した時だけ防御10上がるってことなのかな。じゃあちょっと紛らわしいな、防御力プラスになるの。 45% の確率で10上がるっていう認識なのかな。特にそれ以上のことは書いてないよ、盾に関しては。数値通り上がるのかな。いや、わからんな。いや、でもそれしか書いてないわ。もともと10があって発動したらさらに10上がる気はしたんだよ、私は。そうじゃないっていうコメントが多いですけどね。ただその基礎状態でこう上がってるやん、明らかに。この、なんだ、防御力が。この、ここではまあ書いてない。あ、防御力21になってるやん。防御力21になってて、もともと違ったら鎧より強くない？確かに。防御力のとこ見るか。防御力、縦で防がなきゃ上がらないイメージか。じゃあそうなのかな。いや、まあそこまで細かい説明はない。サガの盾発動したやつゼロ。ああ、もうじゃあそれが答えっぽいな。じゃあ変えちゃっていいか。間違えた、戻っちゃった。変えよう。まあじゃなきゃ弱すぎるもんな、その攻撃そらすやつが。攻撃そらすやつが弱すぎるよね。それはもともと10防御力があって、さらに発動して10アップの方がそれ強いよな。投げ荒れ見切った。ステータス値常時だとすると、盾が強すぎるっていう話でしょ。ただこれ怖えぞ、防御力11で。エメラルドと変わらんぞ。エメラルドより低い。こ怖いなー。ちょ、俺じゃなくてベアーに持たせよう、ターゲット。俺じゃ一旦ベアーに使わせてみるわ、一旦な、ターゲット。じゃないと怖すぎるねこれね。ベアーで一回試すけど、ちょっと分かりづらい気もするな。分かりづらい気もしてきたな。それはそれで。ベアで実験してみよう。実験するとはいえどうなんだこれ。分かる感じになるか。ベアを殴れ誰か。とりあえずベア頼むけど、こいつらじゃねえな。もうちょいちゃんと殴ってくれるやつを探さないと。ベア被検体しょうがない。これ人形的にしょうがないわ。
こいつは敵復活するんだこの辺。とはいえまあホブリン的なやつはもう全然大丈夫になってきたな。発動率は大盾が 45% で、ターゲットは 18% でしたっけ。あんまり発動しないからそもそも難しいってなるかもしらんが、でも普通に通常攻撃だけで倒せるようになったなこいつら。通常攻撃でいけるようになってきた。強くなってる俺たちも。いつの間にかこのまさかのさ3やってて思ったけど、割とさそんななんかメキメキとレベルアップしてるみたいな感じじゃないじゃん。なんかレベルアップって概念がなくて、 HP がアップとか技威力アップとかだから、そんなになんかあめっちゃ強くなったわみたいな思わぬうちになんか急に、あ気がついたらそういえば勝てるようになってるわみたいなすごい気がする、ね、それがなんか気持ちいいよね。いや LP 高い。で最初のレオンも言ってたじゃん、父上もベアを先頭にしろって、ベアを先頭にインペリアルクロスじゃって言ってたから、父上の推しを守ってるだけこれ完全に。そういつの間にか気づいたら壁を越えてる。3の四魔貴族の時もそうだったもんな。3の四魔貴族の時もいつの間にか四魔貴族倒せるようになってた。あれがまたなんかねちょっと快感ではありますよね。そうじわじわ強くなってる。ザ・レベルアップって感じじゃない。アップで、なんかめっちゃ食らった今。カエルの王様強っ。いつの間にか、最初全然勝てなかったやつに、そろそろいけんのかなちょっとよくわからんけど、みたいな。実際、なんか、数字的に目に見えてわかるのは、HP ぐらいだもんね、なんかね。いや、でも HP だいぶ高くなったし、行ってみるか、って行ってみると勝てたわ、っていうのが、気持ちいい部分ではあるな。ひらめかんな、強くなってるけどひらめかんな、なぜだ。ジラール戦闘するレオンのセリフのパロディあるね。そうなん、インペレールクロス、ジラールが戦闘だって。ベアースじゃなくて、そう6戦ってだけはびっくりした。そういうところは快感ではあるね。全然当たらんな。ベア食らってもまあ 18% だからね、縦の発動率は。でその縦が発動しない状況で食らっていつも通りかっていうのを検証しなきゃいけないんだけど、もともとどんぐらい食らっていたのかをあんまり覚えていません。なのでちょっと分かりづらいですね。もともと我々ベアさんはどれぐらい食らっていたんでしょうかね。それがちょっとまだよく分かっていない感じがしますね。ジェラールの HP7 倍になってる。そうか、初期状態に比べればだいぶ成長してるんだな。これはもうなんだっけ、7貴族じゃねえや、7英雄か、7英雄いけちゃうんじゃね。結構強くなってんじゃね。なんならミミックも余裕で倒せるね。大盾のウム、えらい、ちょっともうなんかめんどくさくなってきたな。もう多分そうなんでしょう。コメントなんかニンニクいる。何マンドレークだった。ニンニクではねえか、腐った人参みたいなやつだな。コメントからメタ読みするにおそらく発動しないと攻撃力10増えないんでしょう。大盾様、じゃあターゲットさんが報われないよな。ニンニクかと思ったら腐った人参だったわ。土の中にいるニンニクみたいな、ニンニクの芽が出てる感じだよな。ちょ待て、おいベア以外全員で取るぞ。ベアしか頼るやつが、催眠めっちゃ使ってくる。マンドレイクやば、これはやばいぞ。で頼めや、ビビビビビビン、ミスったけどまあしゃあない。ベア、あでも硬いね、変わってないわ多分。うん、ベア多分変わってない。大盾ある時とあまり変わっていない。多分そういうことだ。そういうことだと納得しました、私は。なんかボスっぽいぞ。で、こいつらちょっと早めに倒されて、マンドレイク催眠がやばいな。催眠結構やばい。早めに倒しちゃっていい気がする。デタラメアをガンガン使っていきましょう。ベアは寝ない男。あれつけてる？あの、シルバーなんとか。混乱はまずいな。催眠混乱しながら寝る費用のやつ。立つ時間ありがとうございます。
あ、そう、私がなんか、いやこれどうなんだろうって言ってる時は教えてくれって意味じゃないんで、何も教えずに何か私に教えたくなったらニヤニヤしてください。これ言うの忘れてたわ。さあ、基本的にネタバレ禁止なんで、私が何かこれわかんねえなーって言ってても絶対にこの子に餌を与えないでください。皆さん何も教えないでください。教えたくなったらニヤニヤと言ってください。押さえていただいて。催眠やばすぎんだろこいつ。で、当たんないのかよお前。投げ払い見切ってる。何この不毛な戦い。立ちながらゲームスタンディングですよ、これが。自前の催眠やべえな。ナイス、レアナイス。よいしょ、ガンガンいけ、ガンガン。いや、マンドレーク3体、マンドレーク3体はやばいな。しかも敵の動き早いんだよな、結構早めにデタラメ打てれば。催眠が早い。あ、よかった、寝なかった。いや、催眠連打してくるもん。ベア以外全員寝ちまう。ベアさん、ベアさんお願いします。ベア強え、ベア強えぞお前。あ、起きた。ナイス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 。ベアだけ働いてる。ベア不眠で働いてるよお前。ベア見直したわ。ベアごめんな、カエルとか言って。バイソンに変えるとか言ってごめんな。ベアだけはちょっと最後まで使おう。こいつ寝ないわ。まあ装備のおかげなんだけど、装備のおかげなんだけど、シルバーハートだったっけ、あれのおかげではあるんですけどね。いや、ベアさんいいぞ。ちょっと待って、今の見た。1ミリ手前でセーブ、1ミリ手前でセーブ。キング、こいつがこのゴブリンのキングかい。おい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 、ゴブリンキングさんよ、やっちまおうぜやっちまおうぜ。魔球使っちゃっていい。ライトゴール。キングだからおまさか3にもいたよな、キング的なやつ。キングめちゃめちゃ強そう。おお、デタラメ強、デタラメは素晴らしい、強いね。キングなんかあれだな、メガテンのヤカーみたいな頭についてんな。ヤカーみたいじゃん。ここは一番後ろ2段切り。ファイアボール、攻撃ドブレイク、巻き打ち、回避。あれ当たってる。1段目を回避して2段目が当たったのか。混乱してるよ。巻き打ち、暗いキング。暗闇暗くなっちゃうからね。キングのテンションもだら落ち。暗い混乱、暗い混乱、暗い混乱、暗い混乱。情緒不安定になっちゃった。キングが。暗い性格なのに混乱しちゃって、情緒不安定になっちゃった。マキウチ。暗いだけじゃない、こいつは。混乱もしてる。終わったー。327。でかいぞー、この技術点。はいはいはい。敵全部消えちゃうのか。あー、じゃあもうちょい戦ってからでもよかったな。敵全部消えるんだね。シナリオ、ミッションクリアするとこの音楽が流れて、ここが一掃されるんだ。一応宝だけ探しとくか。あ、ここ敵いるじゃん。なんでなん。え？スイッチャー。謎の科学技術。謎科学技術あるやん。なんだなんだ？謎科学技術怖いぞ。急にスイッチが。宝をあさっていくよね。魔法以外ウィンの方強い。魔法以外ほぼ効かんからな。あ、でも効くようになってる。多少物理も強くなってきたということか。え、どういうこと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 。ロトンビースト、急に強そうなやつ出してくるやん。なに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 、どういうこと。いや、スイッチじゃなかったん、今スイッチだったよね。おい、スイッチ守りマンか、今の。スイッチ守りマンの可能性あるな。スライムは消えない、そんなことある。ナイスナイス。スイッチ守ってたんかな。スイッチに触れたら敵出てきて、ロトンビースト勝て、つえ、危ねえ。ベアじゃなかったら死んでた。ベアじゃなかったら死んでたな今。やばいやばい、
早く落とさないと、これはこれはやばいな。シンプルに強い、シンプルに強いな。いく、よかった、ナイス、ギラギリ。スイッチが襲って、これがスイッチだったのかな、ロトンビーストが。あぶね、なんとかなった、なんとかなりました。え、このグールも硬いぞ、このグール硬い。まあでもあとは殴りでいけるな、殴り殴り、待ち、殴りでいける。危ねー、怖っ。あ、これで押したことになるのか、怖えー。で、これもさらに押す、なんまあ、全部いるんかい。マンドレイクじゃねえか、マンドレイクはやばいのよ、マジで。マンドレイク寝かしてくるからな、マジで。マンドレイクはあかん、マンドレイクはあかんな。これデタラメやで、早めに、早めのデタラメや欲しいな。ファイボール早いぞ、落ちた、ナイス、よかった、落ちるっしょ、ナイス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 、素晴らしい素晴らしい。この普通に骨が強い、ロトンビーストが。あれ、そうでもないな、そうでもなかった、いけるいける。やべえ、もうエメラルドの術ポイントがない、術ポイントなくなっちまったか。巻き打ちぐらい使っていいぞ、こいつ強えな、巻き打ち。あ、初見さん、ロマサガ2懐かしいです、ありがとうございます。あ、弱い、そうでもなかった、意外にいけた。さっきの1個目のスイッチがなんかやたら強すぎたな。危ない危ねえ、バックアタック回避、ライトボール、ウィンドガッター、あと殴りで、ひらめかないね、ひらめかんな、なんでだろうな、ひらめかんね。いや、多分ロマサガ3同様、まあでもまだ始まったばっかだからね、言うて通常攻撃からひらめきやすいのかなと思ってるんですけど、どうなんだろうな。あ、宝、エルダーボー、財宝10万、10万か、安いな、1000万、くれ1000万。エルダーボーでもいいんじゃない、テレーズ超級が7、エルダーボー11、全然いいね。いや、これ取りに来てよかった。敵にも陣形あるか、それはあり得る、あり得るね、ね、これ、あ、そういうこと。いや、もう毎回かい、ダッシュで踏みに行くやん、そんな毎回スイッチ守ってんの、これ帰り道も。そんなダッシュで踏みに行くって、もう倒したもんと思うじゃん、倒したもんだと思うよね、ダッシュで踏みに行くよね、なんなんそれ、ダッシュで踏みに行くやろがい。ちょっと待ってくれ、デタラメや。いや、もうガンガン巻き打ち使っていけ、なんなら。毎回かい、これ復活すんのかい、さっき安全にスイッチ踏んだやんけ。デタラメや、ナイス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 、いけるいけるいけるよ、いい感じだよ。もう殴っていい、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 殴っていい。初見ムービーは普通に走って突っ込むじゃん、キック、ナイスガード、うわお、ガードして死ぬんかい、ガードしたのに死ぬよね。やべ、エメラルドがせっかく俺のお気に入りなのに耐えられねえ。もうテレーズ7、エメラルド8かよ、早いって。うわー、早いなー、マジで。待って、ここ見に行ったっけ俺、あ、ここボスいたところか。いや、今の、いや、全員引っかかったんじゃないあれ、ロマスが2やった人は。
ロマサガ2やった人が全員引っかかるトラップですか。ここ見に行ったな。これで全部終わりか。終わりだ。よし帰ろう。やっぱ女の子たちか弱いんだろうな。だから人形崩されたら終わりなんだって。人形崩されちゃうもんね。お気に入りとか言うと死んじゃうのかな。もう特に町の人々は変わってないかな。おしゃべりは帰りましょうか。待って、でも一応酒場ぐらい覗いとくか。王に就任してから酒場を覗いてないからな。一応見ておく。変わらんか。変わらんな。お前はよろしく頼むぞ。こいつなんで飲んだくれてんだよ。許せねえな。許せん。ふぅ、なんでなんてなって嬉しい。いや、それをね、集めていくのがこの初見プレイですよ。まあ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 、帰って寝ましょう。詩人いないのよ、まだ。危ない危ない。この街に詩人はまだ居座ってない。イアレスはまだ今のところない。とりあえず寝ちまっていいか。サクッと。あ、そうかね。装備が重いと動きが鈍ります。フリーファイターは酒場なんだろうけど、今のところフリーファイターっていうよりなんか城の連中を連れていくのがメインっぽいよな。じゃ、座っとく？ええ。じゃあちょっとあれだな。今回は、七英雄に挑むところぐらいまで行っとくか。これで休息を取って、兄上と父上の仇は、取りに行きますか。しゃい。行こうぜ、もうこのまま行こう。このまま、七英雄の一人、父と兄の仇、取りに行こうじゃねえか。もう持ってくものも特にないよな。どんどん行こう、どんどん。今日トイレ行ってないね、確かに。言われてみれば。水薬。うん、水薬。いいでしょう。行ってしまいましょう。打倒クジンシー。クジンシーの名前が全く覚えられない。クジンシー。そうも。まだこいつらバッコしてんのか。まあでもゴブリンばっかりだな。まあまあまあ大丈夫大丈夫。これもサクッといっちゃいましょう。敵は大して強くないから、こっちは逆に強くなってるからね。ただエメラルド以外は一度負けたトラウマがあるからな。王様を打ち取られてるからね、我々ね、一撃で。ただソウルステイルは俺は見切ってるけど、他の連中が見切ってないから、他の連中ソウルステイル食らったら即死の可能性あるんだよな。それ怖いよな。腰に力入らなくてもらっちゃったから。おむつ入ってます。今立ち上がるのが難儀なんで漏らしちゃってますね。シムルグ、え、強そうだよ。マンドレグ出てきたやん。マンドレーク出てくんのかい。マンドレーク嫌ですね。マンドレーク落としに行け。早めのマンドレーク退治。椅子びしょびしょ。おむつって役に立たないからな。ナイス、よかった。いやー、分かってきたな。ロマサガ2の戦闘が。ようやく分かってまいりました。あ、そのあれなんだ。サイクロプス、こっちが暗闇になるとサイクロプスになるのは変わらないんだな。まあでも殴ってもらっていいわ。サイクロプスベア。じゃ、犯罪者みたいになってる目線の入り方が黒すぎるって。絶対声も変わってるやん。しかも、ベアの声、めっちゃ低音の。僕は注意したんですけどね。めっちゃ低音のノービス。初めて見るやつだ。めちゃめちゃ低音の、声を変える方の。声変えるやつ2種類あるじゃん。高い方と低い方の。私盗まれたことだけじゃないんですよ。いやー違うんですよね。僕は止めたんですけどね。その低い方の声になってるんですよね。プライバシー保護音声の。低い方の声が似合うんで。いけるか？危ない危ない危ない。ああ、見出された。
ミラーされたが割と一番怖いんですよね。もうマジ防御しといていいレベルだよな。ミラーされた場合、この女の子二人が。ミラーされちゃってるからね。ベアもともと音声低いから、どんだけ低くしても、どんだけ高くしても多分あの低さになってる。いや、さっさと倒しちまった方が早いのかな、これは。とはいえ何匹か減らしておきたいな。デタラメ打ってみるから勇気出して。いや外すよね君たち。デタラメや、ナイス、完璧。ああ目線エメラルドはもう高音完全に。今くちばしを食らって暗闇になっちゃったんですけど、言うてるわ。コンビニで万引きしたエメラルド、膝声が一番似てるかもしれないな。酔っ払ってて何も覚えてないんですけど。影だ、影は変わらないんだ。マンドレイクは狙っていけばいいな。人形さえ乱されなきゃなんとでもなるな。あ、そうそう、闇金業者みたいなやつ、架空請求業者みたいなね。架空請求業者。お支払いがまだ恐れてないんですよね。え、こいつザコキャラになり果ててる。ロトンビーストがザコキャラになり果ててるじゃん。いつの間にか技ポイントも結構増えてんな。いつの間にやら。周りからやっていくか。普通にロトンが雑魚キャラになりはずだ。敵がこれ強化、あーマジか、気絶強化されとるな。ロトン雑魚キャラかよ。ジェラールさんって人のセクハラがひどくて警察24時でありそうなやつ。いやもうガンガン使っていこう。攻撃攻撃攻撃。夕方取材受けてる人、あれ謎だよね、なんかね。うわーマジか、すまねー、間に合わなかった、間に合わなかったか。ベアさんすまない。僕ってこの会社で毎回軽んじられてると思うんですけど、社長がお前は毎回インペレルクロスの戦闘だって言うんですよね。いや僕は納得してないですよ。ちょ待って、これミミックの配置変わってねえ。ミミック逃げていい、ミミック逃げていい。ミミックの配置同じじゃねえか、これ変わってねえじゃねえか、ミミックの配置。いやベアもねちょっと大事に行きたいよ、こっちは。ちょっとウィンドカッターはもう早めに使っていこう。ベアの地声、地声と音声編集したやつが全く同じ声だって。全く同じ声、ベアの全く同じ声で、逆にベアじゃないやつがベアとして疑われてしまう。ベアはもうインペリアルクラスの人権に納得してない。新しい王は後ろの女の子ばっか気にしてるけど、あマジかよ、満たされた、乱されたか。セルフバーニングしとくか。いやこうなるとちょっとしんどいんだよね。誰か落ちるかもしれん、これは。ねミミック戻ってるけど、なんか新たに入ってんのかなって思っちゃうよ、こっちは。新たにねここの七英雄さんが詰め直してくれたのかなっつって。高い声の方が喉に軽くチョップしながら、いやちょっと日頃から喉をちょっと仕事に使ってるんで、ちょっとねチョップしながらはできないわ。宇宙人、我々は宇宙人だ的なやつになっちゃうね、それね。ブラックな職場、え王族なんてそれブラックもブラックでしょ。国のために死んでくれって言ってるんだから、そのもう人形がどうとか言ってる場合じゃない、死ねって言ってるんだからこっちはね。ブラック中のこの
命をかけたこの戦いで常に最前線に送り込まれるわけよ、ベアは。それは不満も溜まってるよね。いや、あのインペリアルクロスって陣形なんですけど、僕は一番嫌いですね。やっぱり平等で行くんだったらフリーファイトにすべきだと思うんですけど、インペリアルクロスにする場合は僕だけ給料払ってほしいですね。でも給料同じなんですよ。むしろレオン様が亡くなって新しい王子になってからは女の子の給料が上がってるんですよね。言うてるわ。あ、ここ宝箱の部屋か。いらんかったな。ムスタング、なんか知らんやつ出てきた。ムスタングかっけえな。馬系が多いのはいいね。馬系が多いってわけじゃん、二足歩行馬じゃん。尻尾がヘビ。馬系というか獣系が多いな。危険手当欲しいよね。インペリアルクロス手当が欲しいよね。インペリアルクロス手当が。いや、フリーファイトだったらね、給料同じでいいんですけど、インペリアルクロスは私手当つきますよねっつって、資格手当つきますよね。言いそう。いや、ムスタングのドットめっちゃかっこいいぞ。雑魚とは思えんぐらいな。これアバチだったら最初のボスよ。このゲームがもしアバチだとしたら最初のボスだからな。いや、すごいな、贅沢だな、贅沢なドット。で、これ開いてない宝箱はあれな、全部ミークな。パリーさて、パリーさてつきますかね。うまいことパリーがね、炸裂すればその給与査定に響くかもしれない。ムスタング胸でかいな。馬ってやっぱね、足ぶっといから。ちょっと待って、杖な敵シンプルに。あとデレちゃんが狙われすぎてんだよ。ちょ、お前あれじゃないか、給料低いからってちゃんと守ってねえんじゃねえのか。ベアがデレちゃん狙われすぎじゃないこれ。大丈夫お前、ちゃんと守ってんのか。お前逆に給料引くぞ。給料引かれていいのかお前。オロバス感あるよね。所長、アバチの最初のあれよ、ハヤグリーバよ、ハヤグリーバ。馬のボスといえば、あ、バファロー。そうそう、バファローがいてね、獣感があるのがいい。バファローもいいドットしてると思うんだよな、バファローもな。これかっこいいよね、バファローね。ガンガン技使ってっか。さすがにちょっとこの数はしんどい。帝国に組み、来たパリー、自ら覚えました、パリーを。労働組合なんてありません、王族だから。上が、上司が王族だから、組合なんてものは組めない。給料低めに罵られるベアさん、かわいそう。罵ってんだよベア、お前には期待してるんだよ。俺は愛の鞭、罵倒してるわけじゃない。愛の鞭分かってるよねベア。ベア食費はかかりそう。食費経費で落としてる。ゴブリンソードね、それ。あぶね、今後ろから来てたね。ちょっと待って、ゴブリンソード呪われてないかこれ、大丈夫か。鋼鉄の剣から、あー変わらんな。21、あ、ちょっと待って、攻撃力4、弱ー、え、4、弱弱弱、いらん、ゴミ。あぶねー、ちゃんと後ろ見た、ちゃんと後ろ向いたの、エラー。素晴らしい。で、これはもう完全にこいつがニンニクからやってったらいい。あ、持ち物で見ないと分かんないんだっけあれ。だってもう一回見よう、もう一回見るわ。で、なんか今攻撃力4って書いてあったよね。もう一回一応見よう、一応見ます。ちょ、毎回これで見ちゃう。どこ4だわ、やっぱやはり4でした。4はお呼びじゃないね。4じゃないんだよね。ナイト、え、どういうことこれ。目いっちゃってるけど、目真っ赤っかだけど、え、どうなってんのこれ。ナイトって、え、なにこれ、カタツムリ。カタツムリが騎士の槍持ってる、スピア持ってる。でも盾がなんかしょぼいポスターみたいな。学園祭でよく作るよねこういうポスターね、盾かけるやつ。学園祭ナイトかこいつ、学園祭ナイトじゃん。これよくわからんよね。
ナイト。トランプ。なんかナイトだったらカード的にはタロットの感じがするけど、式神だ、式神から呼び寄せられたっていうこと。お札から飛び出てきたナイトってことか。なるほどね。そう言われてみれば分からんことだけど、ちょっと飛び出してきてるやつが謎なのよ。アンモナイトみたいなやつ、アンモナイトから輪に飛び出してるみたいな、よく分からん。じゃあ勝てえ、何こいつ、シンプルに勝てえ、シンプルに強いナイト、ナイト強ないの、これ絆創膏みたいな紙切れから出てるってことだよね多分ね。にしても強ないとこれで、なんか分かりやすいドットが多い中で急に分かりづらいドットが出てきたな。あんまり騎士って感じしないよね。まあ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 、いっちまいますか。こいつらあれだな、ドア開けれねえんだな。また同じルートで行くか。このゾンビ軍もボーンバイター上がってないな。ちょっとは強くなったんじゃねえかと思ってましたけど、さほどらしいな。どうやらな、ボーンバイターは大したことない。いけるいける。はい、トカゲでこういうのいた。え、そうなんだ。え、なんかあんのかな。私もガンダム F91 のなんかデナンゲーみたいなああいうのをこう思い出しちゃいますけど、ゾンビ出てきた。普通にコープスの上位互換ゾンビ、これちょっとライトボルグで使っていくか。ゾンビ系割と耐久力あって強いんだよな。まあ、あとは殴りで、デタラメアも使っちゃっていい。今回ちゃんと回復薬持ってきたからね、万全の状態で七英雄か、毎回七聖人って言っちゃう。七英雄挑めるはずだ。あ、弱い弱い弱い、全然いける。あのランス F91 っぽい騎士の、ちょっと待って、いや万全の状態でいこう。セーブして、術種、はいはいはい、で森の聖域使っちゃっていい。これでいくか、いこう。あのハウント、知らんやつ出てきた、知らんやつ出てきたな。まあ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 、多分攻撃でいける、いけるいける。術種言いにくいよね。ミックスジュース、ミックスジュースみたいな感じだよな。ミックチュジューチュみたいな。似たようなのが連続すると言いづらいってのがあるよね。術種。ひどいも一回立つか。万全の、私の状態も万全にしてな。大丈夫。こいつ倒したら立ってから、こいつ二度目。いけるぞ。いや、これで勝てんのかな、あの親父と兄を殺した相手。ただこの辺の雑魚には太刀打ちできるようになってきた。顔真っ赤だぞお前、大丈夫か。ベア、しゃい、一回立ちます。しゃー佐賀の七賢治とコラボしてた、あの明治維新のね、佐賀の七賢治ね。行こうぜ。座ります。し、また来たのか。私の技は見切ることは不可能。なぜなら受けた者は必ず死ぬのだからな。死んだ者が見切っていたとしたら、それを継承できるとしたら、親父と兄貴の後を追え。くぅ、見切ってるのは俺だけなんだよな、親父の残した二段切り。いや、セルフバーニングしちゃっていい気がするな。待って、エアスクリーンで風の膜を張り防御力を上げる。これぞベアに、いや、ベアよりもデレにしよう。攻撃、移動ブレイク、巻き打ち、移動ブレイク。いやー、これも BGM いいよな。投げ払い、いや俺か、ゼロ、スタンか、スタンはちょっとやだね。エアスクリーン、おー、いいよ、効果ありそうな感じ出てる。今回地層ないのかな、地層が出てない気がするな。それでいく、じゃあセルフバーニング次やろう。セルフバーニング攻撃、リードブレイク、負け打ち、
いいぞいいぞいいぞ、イドブレイク当てろ。ミス。イドブレイク結構ミスるな、てか弓が結構ミスる。セルフバーニング、ペインペインペインないね、あんまり。ノーペインノーペインノーゲイン。イランギリ、そろそろ攻めるか。ファイヤーボール、攻撃、イドブレイク、巻き打ち。テレーズ大事だから、テレーズに風の加護をつける。当たった、あいいダメージ。腕を上げたものだ、イルストーン。あ、それ使ってきたね。状態上得、負け。3人得ったか、3人きつい。79、いまいちか。79、なんか再生してる。何が、なんだこいつ。地形ここも特にないのに再生してんな。再生だと、ウィンドガッターとどっちが効くだろう。ウィンドガッターも試す。でも殴るしかねえな、殴るしかねえ、殴るしかねえ。巻き打ち、再生入ってんな。イドブレイク、再生苦人士になってる。だがこの技はかわせない。来いよ、くれ。ソウルスティール、見切ってるんだな、熱い展開。いや、見切ったことに驚いてほしかった。ウィンドガッター、これ押せるんじゃないか、ついに。ウィン、なんだ、ソウルスティールを使ってきたな。あー、じゃあデレ回復したいな、デレ回復しようか。2段切り、ウィンドカッター、攻撃、デレ自分で回復しよう。デレ回復して巻き打ち。今の熱い展開すぎるだろ。ソウルスティール、毎回俺に言ってくる。何度打っても同じ、見切ってるんだな俺の親父が。俺の親父が見切ってるんだよ。ウィンドカッター、待ってくれ、もう七英雄倒しちまうのか俺たち。再生してるけど言うて大した再生じゃないな。いけるいけるいける、まだいけるな。攻撃、なんでお前パンチなんでお前パンチ。攻撃、負け打ち、まだいける。時間切り、親父レオンの血を受け継ぐ、こんなはずでは。え、弱っ。500技術点、親父、兄上。くそ、この俺がやられるとは。パワーを蓄えるためにまた長い間寝ぐらいはならんのか。あ、パワーを蓄えるために寝てただけってこと。伝説の七英雄が復活するなんてのは嘘だったってことかよ。だがまだ死んだわけではないぞ、復讐してやるぞ必ず。だこっちのセリフなんですけど。消えた。父上、兄上、仇を取りました。だが苦人心のやつ、気になる捨てゼルフだったな。死んだ者が生き返るはずもないが、力蓄えるって言ってたもんね。またあれなんじゃない、幻影なんじゃないの。うわ、これで、あ、ソーモンのダッシュにより北バレンヌの制圧はなり、南バレンヌへの進出が可能となった。新たなエリアが解放されるわけだ。それから1年後、時が経つね。え、立派になって、立派になっちゃって、寝巻きだったのに。ジェラール様のご活躍で国内の混乱も静まりました。レオン様、ビクトール様が亡くなられてから1年が経ちました。立派になったね。そろそろ行動を起こしても差し支えないかと思います。うむ、貫禄が出てきた。うむなんて言わなかったもん、さっきまで。そうだな、いつまでもアバロンに落ち着いているわけにもいかないだろうな。国王自ら。では情報を聞かせてくれ。南バレンヌにはかつて帝国が築いたビクトール運河がございます。そう言ってたね、町の町人がね。しかし現在そこには何者かが要塞を築き、運河の通行権を支配しております。そんなならず者、今すぐ首を切れ。軍隊を派遣しろ。なんで俺自ら行くんだよ、おかしいだろ。南方のルドン地方には貴重な宝石を産する鉱山がありました。現状は分かりませんが、帝国の財政に寄与することは間違いありません。軍を派遣しろ。なんで俺が行くんだ。ビクトール運河か。よし、南バレンヌへ進出だ。いやー、熱い展開でしたね。え、誰か。え、フーじゃなかった。帝国の土地を豊かにし、収入を増やすためにアバロンの木を植えたいと思う。どのくらいかかるか。1、10、100、1000万、10万、30万クラウンほど必要と思われます。現在我が帝国の金庫には142万8000クラウンが蓄えられております。おお、作ろう、頼むぞ。なんか思いつくんだ、ここで政務を。
ふう、何もないときは賢者タイム。はあ、今の追加要素なのかな。いやー、この白服ジェラールが立派な王になられて、これ胸圧展開だったな。父と兄の敵を討ち、金ピカの鎧に身を包む。待って、俺の装備はじゃあ普通にこうですよ。鎧かい、変わってませんでした。なんか黄金の鎧にでも変わってるのかと思った。いやー、ちょっとロマサガ2やはりめちゃめちゃ面白かったですね。確かに1年後だけど1002年ですね。ちょうど年の変わり目だったのかもしれない、仇を打ったのが。いや、そう、内政もやりつつ、その内政にお金を使うっていうのはそういうことなんでしょうね。それ国庫も潤わせつつ、その冒険に使う金も自分で捻出しなきゃいけない。大変ですね、王様は。じゃあ今日はここまでにしましょう、ロマサガ2。いやー、これからが楽しみですね。熱い展開でございました。いや、皆さんね、一応ネタバレ禁止ということでご協力いただいてありがとうございました。まあ、これからいろいろね、また、出てくると思う、ストーリーがね、いろいろ展開されていくと思いますけども、皆さんね、ぜひとも、詳しい方はニヤニヤしていただいて、私の瞑想プレイをね、見守っていただければと思いますんで、よろしくお願いいたします。ちょうどいいところで終わった、本当に。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。高評価お願いします。面白かったら。ありがとうございました。お疲れ様でした。